おはようございます。今朝は東京駅に来ています。今朝の7時なんですけれども、今回の目的地はですね、京都です。それも新幹線のグリーン車で行きますが、このずらし旅という商品、本当にとんでもなく安いんで絶対利用した方がいいと思いますよ。今回は格安でデラックスな京都旅行に行ってまいる予定です。ということで、まず朝ごはんを買ってですね、すぐ新幹線に乗り込もうと思いますが、なんだこれ、松川弁当店って、これ山形の弁当の業者だと思うんですけれども、 JR 東海パッセンジャーズとコラボした東海道新幹線限定のお弁当です。東海と東北でコラボしてるんですね。東日本管内に進出しつつあるな。今回紹介する JR 東海ツアーズのこのずらし旅というやつ、もう本当に安くて費用対効果に優れているので、まあ、そのずらし旅の宣伝のためにこの動画を作っているんですけど、ぜひ買ってみていただきたいですね。東京周辺、静岡周辺、名古屋周辺などで申し込みをすることができます。で、今回は首都圏を1名出発なんですが、日によって値段変わるんですけれども、普通に今調べたら一番安く直近で予約できる時が24,700円ということで、普通に販売されてましたね。男性1名じゃないですか。で、のぞみ号のグリーン車を、しかも片道1300円とか、まあこれも日によって変わるのかもしれませんけれども、ものすごい安いね、追加料金で普通に利用できるんですよ。で、時間もこういう感じで好きな時間のところから選びましてですね、じゃあ帰りは例えばこの19時13分ののぞみ248号、帰りもグリーン車にしちゃおうみたいな、これは簡単にできますということで、僕の乗る新幹線のぞみ号も入ってまして、目の前にグリーン車の座席もあるわけですが、普通京都まで行くんだったら確か5000円ぐらいだったかな、ちょっと間違ったら字幕ここに出てると思うんですが、5000円ぐらい追加料金払わないと乗れないですけど、1300円追加すれば乗れるということですね。普通グリーン車で京都まで往復すると38,000円ぐらいかかるんですが、今回それがホテルも一泊ついて27,300円みたいな値段も調べると出てくるということですね。まあ、今回これと全く同じ条件で行ってるわけではないんですけど、こういうのを利用して京都までの格安かつデラックスな旅行の様子をお届けします。今日は東海道新幹線発祥の地、東京駅19番ホームから出発でした。そうするとここにね、東海道新幹線開業記念のレリーフがあったの分かりました。レンガ調のやつがありましたよね。今朝の7時台で通勤ラッシュが活発になってきたところです。その光景も眺めておきましょう。途中の停車駅は品川、新横浜、名古屋、京都です。わあ、すごい、箱根の山とかにも雪が積もってるじゃないですか。今日はお坊さんも何人か列車から降りてきました。京都駅、これから2泊3日の観光です。意外にこういう普通の京都観光というのはスーツ旅行チャンネルではやったことがありませんが、今回ついに撮影許可が得られた範囲の中でということにはなりますが、かなり定番の京都観光をやっていこうと思います。はい、着きました。これが JR 京都駅、立派な京都駅ビルは今年で開業25年目になるかと思います。現在地がここ京都駅、京都の町といいますのは平安時代に作られた五番の名城の町割りが割と今でも結構残っておりまして、まあ、大体こんな感じですね、四角くなっているようなところです。ここに昭和3年の地図がありましたが、これが分かりやすいですね。五番の名城の京都の町の中の、まあ、かなり南の方に京都駅があります。ですから歴史的には町のだいぶ中心から外れたところに駅舎が位置しているのです。まずその全貌を一度見ておくべきですね。
それをやるのにちょうどいい場所があります。それが京都タワーということで、京都タワーにやってきましたが、まだ閉まっています。当然です、朝10時半からの営業ですから来るのが早すぎたのです。でも大丈夫、心配する必要はありません。タワーの左側というか西側に回り込んだところにもう別の入り口があります。エレベーターに乗りますと京都タワーから見られる景色がなんとなく絵ですでに現れていまして、でもうすでにですね11階の展望台に早くも向かってしまいます。ただいま10時になったところで、まだ展望台の営業時間ではありませんが大丈夫です。今回利用しているずらし旅はただ安いというだけではなく、京都で選べる体験というのがありまして、まあ、様々なですね、この中早朝特別拝観とかですね、なんか当時夜間特別拝観先行入場と、そういうふうないろいろな特典があるんですが、その中に京都駅目の前にある京都タワーを満喫しよう、京都タワー展望券30分先行入場プラス京都タワーサンドお買い物券1000円分をご提供というのがありまして、これスマートフォンでこれ置いてあるんですよ。これをスキャンしてここに番号があったら入力すればいいそうですね。これだ、 JR 東海ツアーズの予約番号、予約の明細にお問い合わせ番号ってこれが書いてあるので、2075292999、覚えやすいですね、2075292999入力すると、これを係の方にお見せすれば入場できるそうです。すいません、よろしくお願いします。利用に進むボタンを押していただいて、はい、今すぐ利用するお願いします。はい、かしこまりました。ありがとうございます。これで大丈夫ですね。はい、はい、すいません、では頂戴します。はい、ありがとうございます。通常は大人800円入るのにかかるんですが、これが料金に含まれていて、でさらにお買い物券までもらえてしまうんですね。これより京都の展望へ参ります。地上100メートルの展望室からは清水寺、王子など歴史ある場所はもちろん、京都タワーでしか見ることができない360度パノラマ展望をお楽しみいただけます。京都の街の移りゆく景色をごゆっくりお楽しみください。ほな、おおきにとぴったりのタイミングでドアが開き、到着しました京都タワーの、これが上のフロアでございます。全然人がいません。いつも混んでるんですけどね、ずらし旅で来た人しかいないからです。見下ろすは先ほど出てきた京都駅ビル、さっきあそこから京都の街へ繰り出そうと歩き始めたところなのです。今日はなんかものすごく寒い日のようで、雪が横向きに降り始めましたね。京都へ出入りする新幹線の数々も見てください。またあれに乗ってですね、大勢今京都観光へやってきているところです。ずらし旅というお得なサービスをすでに知っていて利用している人はどれぐらいいるでしょうか。知ってるか知ってないかで利用の金額、受けられるサービスが全然違いますよ。見るべき景色はまあいくらでもあるんですけれども、まずはこのまっすぐに整備された京都の街並み、1000年続くこの街の整然とした景色を見つつ、またすぐ間近のところに東本願寺があります。見ておいた方がいいですよね。東本願寺だけではなく西本願寺もありますよ。あちらは清水寺、名高い清水の舞台までここから見渡せてしまいます。今舞台のところにやってきて、早速景色を見下ろしている方が多くいらっしゃいますね。そんなのはお前のビデオカメラの性能がいいから見られるんだろうと思うかもしれませんが、ここに双眼鏡がございまして、しかもこれは無料で今利用することができます。これ使えば皆さんでも同じような景色を楽しめるでしょう。その変な望遠レンズとか持ってなくても、よく見てみればどのお家も全て同じ方角を向いて立っているということがわかります。ありとあらゆる建物がそうです。この頃からして京都は5万度目が今でも街中に生きているということを感じられるわけです。これこそ京都ならではの光景であります。京都タワーは先端までの高さが131メートル、これは当時建てられたのは1964年で、当時の京都市民の人口と同じ値だそうです。そして基本的に京都の街は31メートル以上のビルを建てることはできないという決まりがあるそうです。ですから京都の限界の高さプラス100メートル分の上の方からですね、まあ、展望台の位置は若干違うんですけれども、この街の全景を見渡せるということで、実は結構その展望台の高さは数字以上に感じられるんですね。また東海道新幹線と貨物列車が並走して京都駅を出てきました。うわー懐かしい、あれは昔寝台特急カシオペアを引いて青森まで走っていた機関車ですね。今は貨物列車を引っ張っています。新幹線はこれからあと10分ちょっとで新大阪駅に到着してしまうと言いますが、もうですねここから大阪市街を望むこともできるんですね。天気が悪いと見えないこともあるかもしれませんが、
京都と大阪の位置関係をぜひここで感じていただきたいと思います。だいたい50キロぐらい離れているそうです。あ、そうだ忘れてた、京都タワーは二重構造になってるんですよね。実は上のフロアの方が、ちょっと混んでいて、下の方が空いているみたいなことが結構あると思います。どの道ずらし旅の人しかいなくてガラガラなんであんまり関係ないんですけれども、どうせだったらさらに下のフロアからの方がおすすめかな。さあ帰りはエレベーターでまた帰りますが、行きに乗ったエレベーターは銀の内装だったんですけれども、今度のエレベーターは金色でございますね。北山文化みたいな感じですよね。どっかで見たようなお寺の絵が描いてあります。タワーから降りてきた後はこの1階のところに京都タワー参道というのがありまして、ここでいろいろお店が入ってるんですけども、ここでお買い物券1000円をもらってしまっています。すごいですよね。クーポンは今回ここのお店京バームで使わせていただくことにしました。これはね、僕が今から6年ぐらい前かな、全然お金がなかった時に京都で視聴者の方が僕より年下の方だったんですけども、これを差し入れで持ってきてくれて、僕はこれを夕飯にして食べたんですが、こんなに世の中うまいものがあるのかみたいに美味しくてですね、バクバク食べたような、そういう美味しいバームクーヘンでございます。普通にバームクーヘンをお土産で買っていってもいいんですが、こういう食べ歩き用の串刺しのものとかがありまして、またこういうソフトクリーム形式での販売もしていまして、ここら辺で使うとちょうどいいでしょうね。これ2つで898円だったんですけども、なんか検討し廃止みたいな感じですね。それだけじゃお釣りが出ないからもったいないですよ、こういうのもありますけどいかがですかというふうに声をかけていただいてですね、これ安い八つ橋もありました、250円、合計で、だいたい1150円ぐらいということになりまして、差額現金で支払ってきましたが、これだけもらってなんかほとんどただ同然みたいな体験ができるならいいですよね。ただね、なんかただとか言うと多分その宣伝をするときの法律の関係に問題があるんですね。ただではなく実際にはツアー代金に含まれております、そういう言い方が正しいです。京都タワーで街の下見を済ませた後はついにバスで出発としましょう。京都の街を巡るならやはり市営バスが便利、そして色もかっこいいです。京都観光で市営バスに乗らないということは普通ありえないでしょう。乗ります系統はメイン路線東山方面に行きます206系統ですが、これは有名な混雑系統でありまして、ものすごい数のお客さんが、もうバスの扉が開いてだいぶ時間が経ちますが、まだ全然入りきっていません。取れるというか乗れるのか、バスってこんなに一気に人を運ぶことができるんですね。それは素晴らしい乗り物だということで、京都市でもなるべく地下鉄を使いましょうというふうに呼びかけています。一応そのこともね、皆さんにお伝えしておきますが、しかし私もバスが好きなんでバスに乗っちゃいます。なんと満員になって206系統には乗り切れず、次のバスに乗ることになりました。でもすごいですよ、もう次のバスがやってきているそうです。エンドレスじゃないですか。市バスに乗るための切符も買っておきましょうね。バスチケットセンター、もうこの混み方ですから市バスに乗るための切符、1日乗車券もあらかじめ買っておいた方がいいです。やばいやばい、バス1日券は事業者に関わらず市バス、京都バスおよび西日本 JR バスの均一運賃期間内で何度でもご利用いただけます。出た京都バスの音ですよ、これがピンポンパンポン。206系統が混むのは京都駅前から博物館のところを過ぎて、五条坂のところまでなんですね。これを過ぎればもう大したことはないです。五条坂で降りる人はみんな清水寺に行く人だと思っていいでしょう。しかし実際には次の清水道停留場からでも行くことができます。降りるときにバスの1日券を1回だけ通して、あとは降りるたんびにこれを運転手さんに日付を確認していくというやり方になります。ほとんどの乗客が清水寺関係なので、見てください、もうバスの後部ががら空きになっています。バスに不慣れな大量の観光客を運転手さんが一気にさばいていく様は、伊香保グリーン牧場の犬が羊を追い立てるようなあのドッグショーに似ています。かっこいいですよ。乗り合わせた外国人の方にもね、多分これ日本で一番混んでるバスだと思いますよと言ったらば、すごい喜んでましたね。というぐらい逆に乗るのが楽しくなってくるバスです。ぜひ乗ってみてください。この清水道から清水寺方面へ、現在地はちょっと京都駅から北東方面にやってきた、こんな感じの場所で、でここから山の上のところに清水寺があります。でこの清水寺の上に登るのはどの道を選ぶかというのがちょっと楽しいわけですが、多くの観光客はここから五条坂を登って清水寺へ、私はここから清水坂を登って清水寺方面に行きます。他にも二根坂というのも伸びていて、それでもまた行けます。多分清水坂から行くのはマイナールートですね。うわすげえ、もう次の206系統が来てるよ。
車がたくさんやってきているこの清水坂は少なくとも、1400年ぐらいかな歴史があるそうで、奈良時代、まだ京都に都がなかった時代から清水寺の参道として使われていたのだそうです。なるほど、確かに石に清水寺と彫られてですね、いつの案内か分かりませんけれども昔の案内書きが残っています。でまた太古の昔から旧東海道に続く抜け道として便利に活用されてきたそうで、それは現在でも変わらないみたいですね。裏道として自動車がたくさん利用しています。まだ坂を登っている途中ですが、こんな案内書きがあります。文化財建造物保存技術研修センターというのがこの近くにありますよという、まあその宣伝を兼ねた看板なんでしょうけれども、その屋根がすごいですね。昔の文化財の作られている工法をここに再現したものだそうで、天智天皇とかですね、今からやっぱ1400年ぐらい前かな、それぐらい前の工法が今ここにまだ再現されているのだそうです。大昔のかやぶき屋根の、まあ、いわゆるかやぶき屋根とまたちょっと違いますよね。京都の街は至る所に面白い案内書きがあります。右手はこれは僕が中学の修学旅行で使ったトイレですね。京都駅からバスでやってきて清水道を上がり清水寺へ向かいますが、このトイレのところで五条坂、三根坂などと合流して皆一様に清水寺へ向かうのです。つまりこれから先のところが結構にぎわっているところということになりますね。実際今でもそうなんですよ。五条坂とここで合流しました。さっきいた京都タワーがここからよく見えてますね。こういう位置関係です。五条坂が合流してきて、清水坂がこっちから来て、また向こうから三根坂が合流してくる、3つの結節点がここ、まあ、イメージするなら東北新幹線のなんか大宮駅みたいな感じじゃないですか今の場所が、まあ、それはそうですよね。ここからが一番人通りが多くなる道の合流地点を越えたところなわけですから、道をほとんど登り切ったところに奈良界清水寺があります。その創建は奈良時代、まだ京都が今のような都会になる前からずっとここにあり続けたお寺なのだといいます。坂の上の田村麻呂の時代からですね。で清水寺にはですね今日は行きません。と思うかもしれない、まあいろいろ理由はあるんですけれども、別に僕が清水寺の掟を破って出入り禁止になったとかそういうわけではないんですが、あの一つにはね、行けば絶対面白いですよ。しかし行かなくても京都は楽しめるということもお伝えしておきたいです。清水寺の参道を見て回るだけでも、清水寺へのアクセスルートを知るだけでも面白いのです。まあ、なんたって今回はずらし旅ですからね、ちょっとねずれているぐらいでちょうどいいんですよ。さっきは向こうの五条坂から登ってきましたが、今度はそれに続く二年坂と三年坂、これ三年坂じゃなくて三年坂なんですよね。いつもねどっちか分かってなかったんですけど今確認しました。今度は違う方の道を使って降りてみようと思います。でここが見どころですよね。ここ二年坂三年坂は京都を代表する記念写真スポットにもなっているところでございます。三年坂は400年ぐらい昔から、歴史があるんだそうです。さっき登ってきた清水坂と比べると1000年ほど新しいということになるのかな。応仁の乱で京都の街がみんな焼けてしまったんですけれども、その後に作られた道筋だということでしょう。人とすれ違わない瞬間は貴重です。基本的に人でごった返しているところです。まあ、ただ応仁の乱とかがあったのは500年ぐらい昔ですから、まあ、そんな昔のことは私たちもよくわからないし、また京都には空襲もなかったので、残っているところにはごっそりとまとまって戦前の木造家屋みたいなものが並んでいます。でその辺りでも人気なのがこの地周辺なわけですね。ごく一部を除いて400年間ずっとこうした参道、お店屋さん街などとして栄えてきたんでしょう。観光客が立ち止まってカメラを構えているところは大体見どころなので、それを探しておいた方がいいです。ここがその二年坂エリアですね。清水寺の数ある参道の中でもこの辺が特に眺めのいいところとして知られています。僕も正直しょっちゅう来てるんですけど、まあ、なんだかんだ写真撮っちゃおうかなとかいう気分になりますもんね。見慣れた光景ではあるんですが、つまり来たことない人は絶対一度は行った方がいい場所だと思いますよ。そしてこの辺りは本当に景色のいいような場所ばかりなので、妥協しないで一箇所景色を見て満足せず、いくつもいくつもそこにあるような道を片っ端から見て回っておいた方がいいでしょう。ちょうど今トラックが2役をしてますが、ここら辺が三年坂の一番眺めのいいところではないでしょうか。東南アジアからお越しの方もたくさんここで写真を撮っているようです。なんかね SNS とかが結構タイとかでは流行ってるみたいで、実はそのおすすめアングルの情報とかがインスタ映えするみたいなのがね、タイとかでも情報共有されたりしてるみたいですよ。この辺なんかまさにそうでしょう。高台寺の五重塔ですね。高台寺は後で見学する予定です。
アンドロイド観音が名物ですね。ごめんなさい、大変申し訳ございません。僕今ね、高台寺って言ってしまったと思うんですが、高台寺じゃなくこちら宝冠寺さんでございます。高台寺は全然違う場所でしたわ。八坂神社とかそういう祇園みたいなところに行くとあります。その右手のところ、ここが庚申堂さんでございますが、私全然知らなかったんですけれども、庚申堂金剛寺さんかな。お言葉がまず本堂へお参りしましょう、あと撮影は自由、ペット撮影禁止っていうことは、ペットが中に入ってくることまではまあ許すっていうことなのかな。あまりね、動物を持ち込んではいけないみたいな文化もあるんですけれども、中国から伝わってきた文化である庚申というものが日本の仏教などと集合、まあ融合するような形で広まっていき、その庚申堂というお堂が、ここが最初なのだと言います。見ざる言わざる聞かざるがありますね。我々初心者でもお参りできるようにしてくれています。ここはお寺です。本尊は青面金剛、真言はオンデイバー役者バンタバンタカカカカソワカ。これでちゃんと言ったことになったでしょうか。お願い事を書いてくくりつけるのが人気だと言います。実はちょっと参道から外れていました。清水寺から三年坂、二年坂と下っていく道筋はこんな感じになるんですが、現在地はここです。坂の順番を意識して3、2、1の順番で回った方がいいでしょう。向こう清水寺方面から三年坂から二年坂にこう降りていくわけですね。まあさっきの見た景色です。メインストリートにまた立ち戻り、インスタグラム写真の人たちの横を抜けて、あ、やっぱそうするとそういうインスタグラムとかが好きなそうな人のお店もありますね。そして僕の梅雨払いをしてくれる八坂のタクシーの後ろに続いて進みます。これが清水から続く最後の坂道、一年坂。そんなに坂という感じはしない道筋です。清水寺の参道を全部通り過ぎると今度はここに出ます。ねねの道というやつですね。清水寺から三年坂、二年坂、一年坂と降りて、このねねの道を通り高台寺に立ち寄って、さらに八坂神社の方を抜けて、祇園花見小路界隈へと進んでいくのがゴールデンコースでしょう。ただもうお昼時なので、先にその祇園とかがあるようなところへワープしてきてしまいました。お昼ご飯はここで食べることにします。ここはまた昔からの茶屋街、茶屋街というのはつまり花街のことですね。舞妓さんとか芸妓さんとかがいらっしゃるようなところですが、まあ、そこは我々一般に縁がないかと思いますけれども、古くからのいわゆる京町屋というのがずらっと並んでいるような壮観なところでありまして、ここにね、前一度行ってとても良かったところがあり、しかもお店に視聴者の方がいらしてね、どうぞまた来て動画撮ってくださいとまで言っていただきまして、来ました。ここが今日のお昼ご飯、十二段屋本店に伺います。ここはしゃぶしゃぶを発明したお店だということで、ここが考えたんですね。その発祥の地であります。あ、でもお昼は結構お手頃なのもあるんだな。どうしようかな。ここは本物ですよ。中に入るともう一つ内側に入り口があって、この奥で調理などされているところのようなんですけれども、案内していただいて靴を預かっていただいて一段上がり、またこのマットのところからですね、2階にお邪魔するということになります。ここが十二段屋本店です。本店ともう一つ花見小路店というのがすぐ近くにあります。昔ながらの急勾配の階段です。しかし昔からの日本家屋というと、冬の時期に来ると寒いな、やっぱね、その印象が強いんですけれども、あまり寒くありません。客室もね、こういう風なものをいろいろ巡らしてくれていて、かなり助かりますね。ここが発祥だというしゃぶしゃぶを今から食べさせていただきます。ちなみに13時30分でお昼のラストオーダーになるようですから、まあ、ちょっとそれよりも早めに来ておいた方がいいでしょうね。なお2名からということになっておりまして、今回はね、私1人で来てるんで、わざわざ人数をちょっと増やしておかなければいけないなと、ここで、来ていただいた京都の僕の取引先の方にですね、集まっていただいてミニ接待みたいな感じになっています。まあ、ちょうど空いていたということだと思うんですが、大きな松の間でしょうかね、松というお部屋に通していただきました。これが本場東山の書院作りですよ。書院作りって中学校でも習ったと思うんですけども、京都東山、つまりここが発祥なんですね。今回はちょっと内容を短縮した感じのコースで、お昼ご飯のセット1万円を注文させていただきました。前菜も出るんですよ。牡蠣のガーリック、すごい美味しそうですね。もう本当にこの時点で美味しいですね。はい、届きました。これ立派ですよね。これで1人分ですよ。そして
ここの名物のこういう風なですねやつ、なんかこれでやるとすごいいいらしいんですけれども、銅でできていてこの中に火が入っているやつで、しゃぶしゃぶをやっていくことになります。でここにですね、そのまず最初の野菜があるんですが、すごいですよね。僕がなんか接待してるみたいな感じなのに、あお願いします、それをね取引先にやらせるってちょっと信じられない光景を今ここで繰り広げられているんですけれどもやっていただいております。ありがとうございます。あどんどん曇ってきましたが、この中で火が燃えてるわけですね。これもなんかアルコールランプみたいなやつじゃなくて、なんかすごい本物のやつを使ってんな。こんなにいいものをやっていただいて1万円でお昼は食事させていただいちゃうんですからね、申し訳なくなってくるな。僕の取引先の方がですね今これをされてるの、あでもこれ牛だからそんなに多分ね長くされなくて大丈夫だと思いますので、ぜひどうぞどうぞ。あでもちょっと赤くても多分大丈夫だと思いますね。じゃあすいません、僕もやらせていただきます。お邪魔いたします。これがここで考え出されたというしゃぶしゃぶという食べ方ですよ。あちょっとやりすぎたかな、赤みがだいぶ減ってしまったな。赤い部分が残っているぐらいのところで柔らかく食べたいですね。よしこれもこれもこれももらってですね、これどんどん入れよう。絶対美味しいですよこんなもん。てか僕食べて超美味しかったんでここ紹介してるんで、まだ食べてないんですけど絶対美味しいです。で今食べてるんですけどね、いや肉は当然美味しいんですよ、それはまあ言うまでもないと思うんですけど、ごまだれが美味しいですね。ごまだれ、これがそういう本当のごまだれなのかみたいな、うちの冷蔵庫に入ってるのとは違いますわ。さらにお食事のご飯も出していただきますが、ご飯と横に出るやっぱ漬物ですよね。京都に来たらこれを食べたい。ちょうど平安京に都が移されたぐらいからかなり盛んになったのだそうです。しば漬けですね、900年ぐらい歴史があるらしいです。海がない京都では塩は貴重品で、昔は貴族の食べ物であったと言います。しゃぶしゃぶの具にはレタスっていうのもあるんですね、すごい。京都って実は結構なんか新しいもの好きだとか言いますけど、こういう新しいことがいろいろ起こっているところであるなという印象です。そりゃそうですよね、漬物でも何でも昔から最新鋭のものが入ってきていた場所なんですから。美味しそうだなこれ、火にくぐらせることでなんかより新鮮になったような味がしますね。何が素晴らしいって、まだ肉を1枚しか食べていないということなんですよ。それですでに圧倒的な満足感を得ています。もうこの、ね、向かい側の、ね、方もねもう全力で同意していただいてますよ今。でちょっとお食事の合間ですがトイレに行かせていただいて、廊下の雰囲気も素晴らしいですよ。前伺った時は確かここで食べさせていただいたかな。いろいろな形のお部屋があります。壁も、壁じゃない、このガラスも、ものによってはものすごく古そうな歪んでいるガラスもありますね。昔のやつを使ってんのかな。お花が生けてありますが、当然、造花などではなく、そんなの当たり前だと思うんですけども、本物を生けていただいてですね、しかもどれも、良いバランスですよね。横の置物と調和しているのかなと感じますが。こちらはおトイレです。最後に、残った出汁をスープにしていただくということになります。これがまた美味しい、つまり最初から最後までとんでもなく美味しいもの揃いでですね、残すところはありませんでした。あとこれ紹介しようと思ってたんですが、ウーロン茶に入ってる氷が大きくて、なんかこれはただものではない氷だなと感じたので、これ何ですかとお聞きしたらね、氷屋さんで買ったなんかすごい大きな、多分こういう多分すごい何ですか、日光天然氷みたいな多分すごい大きいやつだと思うんですが、それをここでこのサイズに細かくして入れているんだそうですね。一切残さず全部いただきました。美味しかったです。もう美味しいしか言ってなくて申し訳ないんですけど、最近 YouTube のコメントでスーツさんは美味しいしか言わないですねみたいなことにちょっと言われるようになってきたんですが、まあ見りゃわかるでしょって感じでそれ以上説明はいらないかと思います、すいません。最後にデザートが来ました。いやデザートこれだけじゃないですよ、いちごです。すごい大きさ、僕の手の上に多分2つしか乗らないでしょうね。この巨大なイチゴは福岡県、多分福岡県だと思いますが、あまおうだそうです。僕はね実はイチゴはちょっとアレルギーでね食べられないんで、食べていただこうかなと思います。イチゴ結構お腹いっぱいになるからな、無理して食べていただかなくても大丈夫なんです、すいません。このお店の方に教えていただいたんですが、しゃぶしゃぶが最初に考え出されて売られたのが昭和22年のことだそうです。今ねもう上のところに蓋をしているので火は消えました。もともと
こういう風な置物がここにありまして、それもう大昔からのものですよ。戦前とかからかなと思いますけども、これはなんか中国とかどこかのものらしいんですね。でいい器があるなということでここに飾っていたのだそうです。そしたらここに来たあの学者さんみたいな方ですかね、うわこんなものがあるんですか、これなんかやってみたらいいんじゃないですかみたいな話になったらしく、で、もともとはですねなんかラムの肉みたいなのをこれで調理していた、そういう器らしいのですが、それをじゃあ牛肉でやってみようかということで今のしゃぶしゃぶの原型が完成したそうであります。だからしゃぶしゃぶが好きで好きで仕方がないという皆さんもしいらっしゃらですね、ここに来てこの松の間のこれに映ってるこれが全ての始まりの始祖であるわけですから、これ見て帰った方がいいと思いますよ。最後に食事をさせていただいてたらふく食べて階段を降りてくるとですね、この襖を通ることになるんですけれども、この絵がすごいですよ。ここに名前が書いてあります、宗像志功さんの作品ですね。虎とそれから鹿ですね、その迫力ある絵とお隣にもこれもそうです、そう書いてあるわ。いろいろすごいものがたくさんあってですね、ここにある写真はなんと入る時にもちらっとね僕も見ていたんですけれども、1970年大阪万博の時に最近イギリスの国王になられましたチャールズ3世が、チャールズ国王陛下がですね横を通ったその時のここを抜けてまた帰っていくことにしたいと思います。チャールズ国王陛下もスーツ、交通チャンネルの私スーツもですね、やってきました12段屋さんでございました。周り一帯もこんな感じで町屋の残っている素敵なところ、後でまた戻ってくることになりそうです。ちなみに市道での撮影は禁止となっています。なんでこんなに人がいないんだろうな、多分この辺りの界隈に用がある人があんまりいないからでしょうね。一元さんお断りみたいなところが多いわけですから、道を歩くときも行動を慎んだ方がいいかもしれません。でもなんか意外なほどに人が少ないな。まだオーバーツーリズムみたいなことになってないようで良かったです。さっき一度通り過ぎてしまったねねの道とかその辺に帰ろうと思うんですが、悪縁を切り良縁を結ぶ縁切りに利益があるという神社の境内を抜けていきましょう。これをくぐると悪縁と縁が消えるという面白い道筋トンネルもあります、しかし今回は取引先の皆さんと一緒に来ているので縁が切れても困るのでくぐるのはやめておきました。というかそもそも JR 東海ツアーズさんの案件なのに関係ない取引先の人と一緒にこう歩いてるってのはどうなのかなと思うんですが、さっき一度降りてきた一年坂のところにまた戻りました。松の木がいいですね、だいぶ古そうです。ここから先が高台寺、ここには旧字体で書いてありますが、その道筋としてねねの道があります。でねねとは誰なのかということなんですが、ねねさんというのはこの人なんですね。この左側にいる女性の方で北の真ん所豊臣秀吉の奥さん、正室、メインの奥さんみたいな感じです。で右側がその太后秀吉本人なんですけれども、秀吉は割と早く死んでしまったんですが、その後もねねは割と長生きしまして、で最後はこの辺にお屋敷を作って住んでいたんだそうですね、そして高台院という名前をもらっていました。そのねねが豊臣秀吉の冥福を祈って作ったのが高台寺だそうです。だから結構すごいお寺だということです。お寺にすごいすごくないというのが言っていいのかどうかちょっと分かんないですが、一般的にはやっぱなかなかないですよね。京都の町の東側にある山並みにはだいたいそんなすごいお寺が並んでいるわけです。東山がメインの観光地になるのも納得。それでは来ました、高台寺のメインの門がこれです。ここから中に入っていくことができますが、しかし門は閉ざされています。それはそうですよね、これはね朝廷とかそういうすごいところから来たお客さんに対しての門です。僕が天皇陛下とかだったら多分ここから入れてもらえたと思うんですが、それは無理です。はい、これ豊臣の家紋があります。我々下々の人間はここからではなく横の一般の門から入りましょう。まずは景色、ちょうど今、ね、お花の咲いている時期です。冬のお花といえばこれはなんか椿とかサザンカとかお茶の類のやつだと思いますが、ここから東山の上より京都の街中を見下ろしているのだということがズームしているとわかります。遥か下の方に街が見えますよね。こんな高いところに来ているのです。ここに見えているこのタワーみたいなやつは、これはねホテルオークラのオークラ財閥の人たちが昔建てたものだそうです。そしてここからですよ、心して見学しましょう、重要文化財世界遺産。この先のところに実際に北の真ん所の時代から使われていた古い建物が普通にあります。当然我々のような人間はねここを入ることはないんですけれども、おそらくねねさんとかがあそこの上のちょっと場所を変えた方がいいかな、観月台の上とかに登ってこの南の方角に登る満月とか良い月の形をここから眺めたのでしょうね。見るとですね上にやはり豊臣の家紋が入っています。霧の家紋です、当時のまま
その関越台がつながっている建物がこれなんですが、見てった方がいいですよ。まさに当時もののお宝がこの中で構造物として使われています。まず入ると、これ教えていただいたんですが、身分の高い人が立ち入るような場所はこのような構造の天井になっているのだそうですが、盛り上げたような形の天井があって24金の金箔が巡らされているのだそうです。さらに進んだところ、この部分の天井にもまた古めかしい、今ちょっとかすれているようなものが並んでいますが、秋草が描かれているのだそうですが、これはね、またあの牛車みたいな、あの車、これは実際に北野万所さんが移動で使っていた牛車の天井部分をここへ持ってきたものだそうです。ということは、こんなに大きい天井だから、それだけ大きい車両だったってことですかね。とんでもなく軽乱で成功した人の凄さを感じるところです。もともとここを使っていた北野万所さんとかは、ここから普通にですね、また屋根付きのところをこうスーッと上がっていって、他の建物とも連絡できるという仕組みです。ただ現在はここは一般の人は通れないことになっています。一般の人用の見学順路はまたあそこの門から出て、この左のところへということになります。こちら側もそうですね、もともとの使っていた人たちは屋根のあるところをずーっとつながって建物の下を行っていたわけです。これより中に入らないでください。このお寺が作られた時はまだ豊臣家も普通に存在していたんですが、その後大阪の陣で豊臣秀頼が亡くなって滅亡したというのはよく知られているところです。で、その大阪の陣の時に、ここ京都ですけれども、だいたいあっちの方角に行くと、さっき京都タワーから見たように大阪が見えるわけじゃないですか。大阪の陣で燃えていく大阪城をここでねねさんが実際に見下ろしていたという話が伝わっていますが、それが今登っていく上の部分だそうです。その前に高台寺の絶対に外せない場所、これはね、ちょっと前までは見学できなかったような場所なんですけれども、ここを覗いていかなければいけません。ここにはまず豊臣秀吉の像とねねさんの像がそれぞれ置いてあるんですが、これただ像があるというだけではなくて、ものすごく貴重なものだそうです。つまり、もうほとんどその時代からずっとここにあるもので、色の部分については修復をしているのですが、像自体は当時のままであり、色をつける技法ももちろん昔と同じような貴重な技法でやっていて、極めて貴重なので、アクリルによってですね、表面を覆って退色などが起こらないようにしているとのことであります。で、さらに背景にも絵が描いてありますけれども、作者が天下名高い狩野永徳だそうです。そしてさらにすごいのは、この下2メートル地下に掘ったところだそうですけれども、ねねさんの実際の亡骸が土葬されているのだそうです。そんなところに見させていただけるというのがすごいです。で、反対側の秀吉公のところも、またここからやはり同じように下に行ったところに、その全体ではないんですけれども、おそらく遺髪であるとか、その一部をここに残してあるだろうと伝わっているそうです。東山の高台からまた町も見下ろせるようなところですが、つまり本当は豊臣家の関係のプライベートなところなわけですから、そこを普通に見学させていただけるというのは貴重な機会ですよね。日光東照宮の家康のお墓とかもかなり最近まで見ることができなかったそうですよ。で、今回はですね、特別にこの屋根でつながっている、普通の人は現在通れなくなっているその回廊を特別に開けていただきまして、一般の方は見学できないんですけれども、今日は歩いてもいいということを伺いました。すみません。実際に歩いてみると、この階段の一段一段が結構急で、また僕の靴のサイズと比べるとね、結構その階段の一段が今の時代となっては小さいのか、結構歩きにくいなという印象を受けます。それだけ古いということですね。昔の人は今ほど足が大きくなかったでしょうから、これでさっきの御座船の天井とかがあるところまで、雨が仮に降っていても全く濡れることなく降りられてしまうわけですね。下から見上げる景色がまたいい眺めであります。あ、登るときは本当に小ささが際立ちますね。つま先立ちをしているみたいだ。一段が大きいです。なんか下手すると高さの方があるんじゃないかな。歩きにくさでわかるお寺の歴史の長さでございます。僕が高台寺に来るときに一番見たいなと思っていたのはここでした。そのさっきも言いました、大阪の町を昔見下ろしていたというその一番高いところまでこうですね、上がってみます。当然創建当時からのものですから重要文化財になっています。しかし実際には創建当時のものではなくて、それよりももっと古いそうです。上がってくると上には2つのお茶室があります。豊臣家は千の利休を重用したりとかですね、そういう話もご存知のように
茶道を重んじていたところなわけですが、それで茶室が2つあるんですが、この建物は高台寺が作られるよりも前からもともとありまして、関白大公と豊臣秀吉が活躍した最晩年の時、伏見城にもともとは設けられていたものだそうです。それを移築してきたんですね。貴重な安土桃山時代に実際にとても身分の高い人たちが使っていた茶室で、見ると構造が普通のとだいぶ違います。なんか入り口がこんな玄関のような感じになっているんですが、これもともとね、伏見城でなんか ここに水があって、で船に乗ってこの茶室にこうアクセスするような構造だったのだそうです。だからあの一般の茶室にあるような中にあのちょっとこういろりみたいな感じであのこう掘ってあって、でそこであのお茶を立てるというような構造ではなく、ここで水はけを良くして、まあ、ちょっと濡れた状態で来てもあの中の方まであまり汚れないような配慮された構造になっているとのことです。内装もこれ教えていただいて知ったんですが、このように内側のところまでですね、植物で全部組み上げられてありまして、デザインとしてもかなり凝ったものだと分かります。これ一般の方はすみません、あのここはご覧になれないんですけれども、それだけすごいものがあるのだと、あの千の利休さんの意向でこういう風になっているんだそうですけれども、ぜひそこら辺も知った上で高台寺にお越しください。そしてそのお隣にもまた凝ったデザインの2階建ての茶室があるわけですが、この2階部分で1615年のことですね、焼け落ちてゆく大阪城をここから北の真ん所が眺めていたのだと伝わっています。実際に今でもこのようにちょっと松の木にピントが合っていますが、その奥ですね、大阪のビル群が見えていて、確かに位置関係としては間違いなさそうです。豊臣家のみならず日本の歴史と深く関わりを持っている建物を見ることができた高台寺、豊臣に関する博物館みたいな印象もちょっと受けましたね。帰り道はここの竹林を進んでいくことにします。ていうか高台寺、僕も来たことありましたけど、そんなにすごいものだったと知らなかった。あそこにあるもの、今回は高台寺の方にいろいろと教えていただきながら回る貴重な機会を得たんですが、やっぱり人の話は聞くもんですね。さて高台寺に今工事している場所があります。これもね、見てった方がいいんですよ。商船出兵をやっていた時代ですね。福島正則とか小西行長とか、そういう人たちをねぎらうために豊臣秀吉が伏見城に作ったという、こういうね立派な御殿みたいなのがあったそうです。でこれを伏見城にあったものも、高台寺に移築されたんだそうですが、昔火災で焼け落ちてしまったのをもう一度今復元修復している最中、修復というかもう一度作り直しているんですね。いつかこういうすごい建物がもう一つ増えることになりそうです。じゃあいろいろ見学したところでまたここも去ろうと思いますが、あの当然ですね、また帰りもこの特別な門を使うことはできませんが、やんごとなきお方はここから直接あそこを通って出ていくのだなということを思いながら、あの横の一般の門から出ることにしましょう。であとね、そういう歴史的なエリアもあるんですが、それ以外にもあの今の時代のね高台寺の建物もありまして、ここ結構すごいんですよ。ここにある説明書き、650年前の、涅槃図を所蔵していますと書いてありますが、そのもともとあったこういう涅槃図、非常に貴重な文化財を、1万画素程度の、ね、高画質で読み取りまして、それをここに引き伸ばして、ここに入った人たちがその貴重なお釈迦様の涅槃の姿にすぐ立ち会えるようになっているとか、この最新の技術を凝らしたような先進的なこともやっているそうなんですが、ここでぜひ目にしていただきたいなと思うのが、あの今日はね、やってなくて、まあ、その時期限定で、3月までは週末にされているんだそうですけれども、これですね、アンドロイド観音というのがあるのだそうです。これ仏像ということになるんだと思うんですが、あの仏様というのは実は何にでも姿を変えられるらしいので、仏像も、まあ、あのこれもあの別に、まあ、全く問題ないらしいんですね。昔仏教が仏像を作ったことによって盛んに広まっていったように、今は今の技術で仏教を多くの人たちに知ってもらおうということで、これがね、あの法話とかもあのしてくれるらしいんですけれども、あのアンドロイド観音をあの見せていただいているときは絶対来た方がいいと思いますね。でこれを目的に京都まで来るっていうのも十分ありなんじゃないかな。あとは高台寺といえばここからのあの東山の南方の方ですね、清水寺とかが向こうの方角になると思いますが、さっき歩いてきた二年坂三年坂とかの方向も覗くことができる良い眺めがあります。僕もね、昔京都大学1年生の時とかによく来てたんですけど、お金が全然なかったので、あのタダで入れるようなところばっかりあの行っててですね、あの高台寺の内部の配管をちゃんとさせていただいたのはこれが初めてなんですが、あのお金がなくて大変申し訳なかったんですけど、ここには何回も伺ったことがございます。
タダで見られるんですね。でもお金払って中を見に行く価値がありますから、絶対そこも行った方がいいですよ。宝冠寺さんの五重の塔も見えます。一旦山を降りましょう。次の目的地は八坂神社。そこに左から右に道が通っていますね。この一番下のところです。ねねの道を使って進んでいけばいいわけです。歩くところも立ち寄るところも全てが観光地。ねねの道から道なりに進んでくると、ああいうなんか貴重そうな近代建築とかもありますけれど、一回左折するだけで有名ですね、八坂神社に着きます。京都を代表する大宮。鳥居の大きさも一通りではありません。分割して作られているように見えますね。またね、ここのいいのが、あの八坂神社のその名前のこの石碑のところに寛平大社と書いてあります。戦前にあった神社のランキング制度のことで、現在は消滅した言い方なんですね。で、大体旧寛平大社に列されたような神社は、もうこの部分を上からあのなんかこう練り消したりしていることが多いんですけれども、ここは消していません。清水寺から歩いて回ってくると、こちらの入り口から入ることになるでしょう。行事の案内が出てますね。2月23日の午前10時から天朝祭。天朝祭というのは、あの天朝節っていうのが戦前の祝日としてありましたが、天皇陛下のお誕生日のことですね。2月の23日です。で、これ観光客の方はですね、あのよくメインの門と思われているこの西楼門というところから来て、こういう感じで八坂神社に曲がりながら参拝してきます。で、対して私は勝手口だと思っていたんですけど、この南楼門みたいなところを通り抜けて、で目の前に武殿を通って八坂神社の本殿まで直進していく参拝になりました。で、あれ、なんかみんなはここから左にこうやって曲がっていくのに、自分はそのまままっすぐ行けるじゃないか、あれと思ってですね、八坂神社の方に教えていただいたんですが、あの実はこちらの南楼門の方が表の門だったんだそうですね。すいません、それは存じ上げませんでした。この拝殿の様式が現在のようになったのは平安時代の頃だそうで、基本的な構造作りはその当時から変わっていないそうです。ここで参拝をさせていただきますが、お賽銭を ちゃんと入ってないな、入れてですね、で、前はここでですね、非接触で、鈴を鳴らして参拝するというようなやり方があったんですが、2020年に伺った時はそうだったんですが、現在は抗菌加工をしているそうです。しかし神社本庁の別表神社であったりとか、旧寛平大社になっているような、なんかそういうすごい神社になってくると、僕の中での勝手なイメージかもしれませんが、あのあんまり一般の人が直接その参拝をする場所にあまり近寄れないんじゃないかなと、思っているところがあったんですが、ここはその本殿の、つまり実際の神様に近いところでお参りをすることができるような構造になっています。これもなんか、例えば出雲大社とかに行くと、あの中の本殿には近寄れないんですけれども、どうなっているんですかと教えていただいたんですが、中にもう一つですね、別の枠を設けた屋根で、もう一つ建物があるような感じになっていて、その中で、ご祈祷するときとかですね、また実際に入って、より近いところで参拝ができるような二重の構造になっているそうです。ご本殿の脇に回ってくると、これはさっきも見たやつですね、大昔からの昔の屋根の工法がここにそのまま生で使われ続けています。で、神社の中にはまた小さな神社がたくさんいっぱいあって、神様がそこで祀られているわけですが、ここにはですね、美しさの神様が、この建物自体も重要文化財となっているこのところで祀られているのだそうで、そしてここでお水が湧いています。美しい女性の神様のところで水が湧いているということで、ここに書いてありますが、美しくなりたい願望の女性はもとより、美容利用化粧品業者の数形を集めています。そして横には、古くからの祇園の芸妓さん、舞妓さん、そういった方からも昔から尊敬を集めているという、これがそのお水ですね。少量を肌につけて、それであのこれやっていいんだそうですね。なんか私もつけさせていただこうかなと思ったんですけれども、ちょっとね、まあ、わざわざなんか僕もなんかのためにこれつけるのもなんかもったいないんじゃないかなと思うので、私はやめておきます。見学参拝を終えまして、最後はですね、あの我々がよくイメージする京都のテレビとかでも出てくるこの門をくぐって出ることにします。見慣れた景色ですね、八坂神社。あ、こっちは寛平大社が消されていますね。多分ね、書いてあったんだと思うんですよ、あそこに。
私神社のあの官兵大社とか官兵中社とかですね、そういうのを消した後を見るのが神社訪問で一番好きかもしれません。そしてここを出た目の前のところがいわゆる祇園地区です。祇園のアーケード、祇園精舎の鐘の声のその祇園ですね、もともと仏教的な意味がある言葉だったんだろうと思います。今でもそうか。お店が持っている私有地のその間に細い道があって、まあ、市道ですよね。なんかイメージする祇園だなという感じです。八坂神社を背に左手に入れば花見小路、昔ながらの京町屋というものがずらりと並んでいる街区になります。ここは先ほども一度来たわけですね、ちょっと順番を飛ばして早めにやってきてお昼ご飯をいただきました。十二段屋があそこにあります。夕飯の営業もそろそろ始まりますよ。夕飯もまた食べてもいいかもしれませんね。一元さんお断りみたいなお店がこの辺にはたくさんある。で実際にそこで、お茶屋さん、つまりあの芸妓さんに芸をやっていただくみたいなのが、まあ、結構たくさんあるんですが、あのそうではなくて一般の人が入れるようなものも現在はたくさんあるそうです。中には本物のお茶屋もあります。ただこういうところは本当にちょっと我々がおいそれと近い場所ではないので、パッと見ておおと思ったらすぐに立ち去りましょう。またその花見小路から市場通りを挟んで反対側のこちらにもですね、昔ながらの雰囲気を留めたところがあるそうですし、これは今回教わって僕もあまりよく知らなかったところなんですけど、見るとすごい3階建ての木造家屋、3階建て木造の建物も結構すごい場所にしかないと思います。3階建て建物の横にはまた町屋があってですね、これを見ると京都の芸能を教わる学校みたいなやつですかね、つまりその演舞を教わるようなところがあって、ここで舞妓さんたちが修行を重ねているということなんですね。その時間表が書いてあります。ちょうど急にいい感じで雪が降り始めました。茶色みがかった背景にちらつく雪が映えます。観光客の方も僕も大喜び。東海道五十三月の旅で来ましたね、ここ。そういえば昼に来るのも夜に来るのもいいところだと思いますが、基本的には夜に訪れるのが本来の場所でしょう。今からがラッシュ時間帯です。お家の隙間からの細い路地はこれは覗くだけの方がいいのかな。ちなみに僕が思うに京都は日没ぐらいの時間からやけに人が減ってくる印象です。これなんでなのかわからないんですけど、むしろねそれからの時間の方が活動しがいがありますよ。町の一角にすだれ工房がありました。すだれ屋さん、いつからやってるのか分かりませんが、さっきみたいな町のすだれはこういうところが卸しているんですね。またそのすだれ屋さんの横に郵便局がありまして、おそらくね昔の郵便局を再現したような感じだと思います。あの明治の初期に洋風建築を模したような、大工さんが作った義洋風建築というのがあったんですが、これは日本でも珍しい義義洋風建築ではないでしょうか。八坂神社のところから市場通りのその両脇にですね、あっち行ったりこっち行ったりというのをこうやって昔の繁華街を楽しむのがいいでしょう。昔の繁華街とは言いますが、今に続く真の繁華街だというのがすごいです。昔からの繁華街、すぐそこが京都繁栄の地、四条河原町であります。そろそろ夕方になってきましたが、あの鴨川の近くのところに面白いところがあるよ教えていただいて、これですね、登録商標一銭養殖。どこまでも適当な感じで面白いんですが、撮らせていただいているように適当とか言ってすみません。あのここにですね、なんか学校のテーブルみたいな机みたいなのが置いてあったりとか、なんか歓迎の札が出るんですけれども、歓迎赤穂浪士ご一行様、水戸黄門ご一行様来るのかよみたいな感じですね。なんかここになんかこう犬が首輪をしてなんかとんでもないことをやってたりとかですね、宮内庁御用達、あの回数券あります、11枚綴りですの、これ本当にあんのかな。これこんな全力で命をかけてふざけ倒している割に店の方の接客があまりにも普通なのかかえって面白いです。僕の席に案内していただきました。お隣失礼します。お名前は仲間幸恵さんという方なんですね。よろしくお願いします。でこっからは多分真面目な話だと思うんですけど、登録商標一銭養殖の言われ、昔、戦前の時期ですね、おじいさんが屋台店でおばあさんが駄菓子屋で鉄板の上に小麦粉を混ぜた、
出汁で円を描いて京野菜の九条ネギを上に乗せ具を入れて洋食ウスターソースを練ったものを洋食と言いましたを作り、売りました。あれですよ、多分お好み焼きみたいな感じだったんだと思います。近所の子どもたちは一線を持って鼻水を垂らしてこの洋食と言われた食べ物を買いに来ていた。それがルーツだと。敵も昔の子どもたちが楽しんだようなものがですねここに置いてあるんですが、出ましたよメニュー。とても普通のメニューではないんじゃないかなと。おお以上終わりなんですね、メニューなんですけれども、あのもう一回あげますよ。あのメニューはですね表紙とあの裏表紙しかなくて、要はこれ一つだということですね。それは知らなかった。お品書きとあえて申せど、ただこれ一品平にごめん一銭洋食。結構美味しそうですね。これが昔の人が洋食だとありがたがって食べていたもので、昭和の時代からのものなのだと。昭和初期ですね。それも言います、戦争前の話。実際には他にも一応メニューらしいものがありまして、飲み物ですね。まあこの中だったらラムネか冷やし飴にしとけばいいんじゃないかと思いますが、それと他に、あ、意外にちゃんと対応していて、何ベジタリアン対応できるんですか。それはすごい。逆になんでそこは対応してるんですか。不思議なところなんですけれども、これがその中身なんですね。こんなにいろいろ入ってるのか。それが800円。これ なんだこれはうわー、なんか本物の炭鉱節とかが流れてきてびっくりした。あの九州で実際に歌ってる炭鉱節が店内に流れてたりとかですね。 BGM が結構ガチなやつなんですが、壁にもなんかシールが貼ってあって、音符注意、足元にヒーターがあります。そんなもん ないと思うんだけどな。適当なことばっかり言ってるな。でもね、店の人がねなんか注文するとき、卵焼き半熟大丈夫ですかとちゃんとうやうやしく聞いてくるんですよ。古い木版画のポチ袋、僕の席の後ろにこんなもの飾ってあったんですが、なんか適当なものばっかり飾ってんのかなと思ったら、これもまたガチのやつじゃないですか。多分相当貴重なものばかりだと思いますよ。それこそ戦前とかの劇場になんかその差し入れとかするのに、そうですよね、実際に使われていたものでしょう。ここは芸能の街ですから。最初撮影させていただくってことになって席を選ばせていただくことになったんですが、なんかあもうこの席は人がいるなと思ってここに座らないようにしてたんですがあまりにもそっくりすぎてね、たまに横見るとうわ人がいた、何回も仰天してるんですよ。さっきからトイレに行ってきたんですけれども、トイレに行ったんですが、まあ、トイレは網走刑務所なんですけれども、ここにですね、まあ、いろいろまた昔の面子、これもまたなんかガチの文化財みたいなやつじゃないですか。すごいですね。特典がですね、餌探し、これは7000万億頂点だそうです。これいいこと。これなんかいろいろあるんですよ。これは、6億万頂点。これ元禄百姓1000万億頂点。でも笑いが止まらないわ。これ昔は多分強かったんだと思うんですけど、どんどんインフレが進んでいってこの程度の得点では勝てないということなんじゃないですか。その面子っていうのが雑誌の付録みたいな感じでついてきて、で、雑誌のそのオフィシャルな面子を裏返して友達と持ち寄って遊ぶんだと思うんですけど、やっぱものすごく得点が高いやつを取った方がどんどん友達に勝てるからということで、どんどんその雑誌を売るために得点がなんか700万とかですね、わけわからない数字になっていったんだろうと思います。あ、乃木マレスケ大賞ですね。乃木大賞は200万億頂点。これは得点がインフレする前ですね。観光、菅原道真のことです。今の時代では観光といって菅原道真を思い浮かべられる人はほとんどいないでしょう。昔はみんな分かったのです。ノラクロもありますよ。これいつのやつかな。中身これ入ってんのかな。空箱なのかな。空箱でもすごいですけどね。わ、これはなんだ、なんか昔の終身の教科書かなんかかな。良き遊びをなせ。昔学校で多分あれをね教わってたんじゃないかと思いますよ。学校の昔の教科書だと思います。この飲食店そのものがもうすでに博物館みたいな感じで面白いんですが、料理も届きました。これがそうですね、一円洋食、一円じゃない一銭だ。昔は洋食というのがそもそも高級品だったんですよね。今の時代はなんかそんな感じでもなくなってきましたが、特急列車の食堂車でも和食堂車と洋食堂車ではレベルが違ったのかですね、いっぱいあったんですが、そんな中でも一線で洋食なるものを食べられるということなんですね。まあこれがどの程度洋食なのかは微妙ですが、
味はね結構美味しいです。洋食っていう印象は全く受けませんけど、子供たちが一銭持って集まってこれ食べられたらごちそうだったんだろうなって、懐かしさを感じそうな、自分の昔の小学生時代の味覚を思い出すような味です。今文部省唱歌のあれですね、なんだ牧場の朝が流れてますね。確か昭和10年ぐらいに作った曲だったと思います。店内を映そうにも他のお客さんがいるからなと思ったんですが、よく見たら別にいませんでしたちょっとね、あとねセンスのある絵馬がたくさんあるんですけど、まあこれはねやっぱ見る価値はあると思うんですが、ちょっと JR 東海さんはおろか YouTube にちょっと出す問題があるかもしれない。ちょっとそれはやめとこうかな。まあ本当はなんかそんな世の中なんか変な世の中だねみたいな意味で、ここにいろいろ絵馬を飾ってらっしゃるのだそうです。これもすごいな、昔の切手って言いますけど、切手もそれはそれで何これ束で保管されてるの。切手のコレクションっていうのはそうやってやるもんなのか。天皇陛下御在位50年、札幌五輪記念、これは東名完成記念、これあれですね、由比とかのあたりでしょう。あとこれなんですけど、なんかよく見るとね、なんか国産和牛とかまあまあいいもの入ってるんですよ。で、海苔、浅草海苔という青海苔ではなくこういう感じのが入ってるんですが、女性の歯にくっつかない、くっついても気にならないようにとかですね、実は今風の味になるようにかなり研究を重ねてできているのだそうです。展示品の数はやっぱり一通りではなくて、もうここにこれいつの時代のやつなんだ。しかもこれ絶対許諾取ってないですよね。著作権という概念が存在はしてたと思うんですよね。普及していなかったというような、とんでもない時代のパチモノミッキーみたいなものが平然と、うわー貴重だ、1952年の日本の感覚ってのはこういう感じだったんですね魅力がものすごくあるところだということで、とんでもない数のサインがですね、普通サインって店にあったらこうやってこう並んで貼られてるものだと思うんですけど、サインがボックスに入って投入されているというのがまずその時点で面白いと思うんですが、この書道家の方が渋滞を描いた作品だそうです。このふざけているようにしか見えない感じですけれども、しかし昔の懐かしさとかね、当時のギャグセンスとかを大切にしつつ、今の時代の進んだ味研究を重ねたいい商品を出そうというのを頑張った温故知新の気持ちでやっているのだと、ホームページねすごい熱心にちゃんと真面目に書いてありましたよ。さあ面白いものばっかり見てきましたが、そろそろですね、市場通りが鴨川を渡って市場河原町に入ります。左手に劇場松竹芸能の南座です。で、歌舞伎がですね、まあ、ここで昔いろいろやってて、それが11段目までなんか歌舞伎ってあるらしいんですけれども、11段目までここで歌舞伎をお楽しみになった皆さん、じゃあ12段目は12段屋でどうぞということで、さっき言ったですね、しゃぶしゃぶとかを発明した、12段屋さんがすぐ近くにあるそうです。そんな鴨川の川岸は出雲の奥にという人が昔歌舞伎を始めた歌舞伎発祥の地だそうであります。これを渡った向こうからが京都、いや日本を代表する繁華街のうちの一つ、有名な四条河原町とはここのことです。正確にはそういう交差点があるんですけれども、その一番鴨川寄りのところにおよそ500メートルほど昔の雰囲気をまだとどめたトント町という道もあります。言っているとキリがありませんが、夜が一番にぎわう時間帯でしょうね。昔からそういう場所でした。ここばかりは観光地こと京都というよりは西日本を代表する都市圏、京阪神の一角という印象が強いです。全体の道筋としては八坂神社からこうずっと西に来まして、今市場通りの、まあ、ここが市場河原町に続いて第二の中心、ここはビジネス街という感じですよね、市場烏丸の交差点に来ております。もう向こうすぐあそこのところに京都駅があるというのを見ていただければわかると思います。ここは銀行街で結構それらしい立派な建物がずらり並ぶところでございます。京都駅までは1日乗車券を持っているからバスで行けばいいんですが、地下鉄もあるからね、乗ればすぐ着くんで迷いどころですけれども、地下鉄にしちゃいましょう。結局バスの1日乗車券を買いはしましたが、ほとんど使わなかったですね、まあ、それだけ歩いて楽しめたということです。さあ京都駅の南側といいますか新幹線側に戻ってきました。おっ、あれは前にお世話になったセンチュリーのタクシーだ。京都駅の新幹線側のところの大型タクシー乗り場ってたまにすごいタクシーが来るんですよ。でセンチュリーの個人タクシーがちょうど今入ってきたところだったので、
うお、久しぶりに乗らせていただこう、運転されている方はあれなんですね、動画の撮影でも実際にお世話になった方なんですけれどもと思ったんですが、ちょうど他の方が乗っていかれましたので逃しました。ただまあ正直僕の今日泊まるようなところはすぐそこですから、さすがに京都駅から徒歩2分120メートルのところをタクシーで行ってもらうというのもなあという気がしまして、京都の面白いところは、まあこれが一つの伝統みたいなところでもあると思うんですが、京都駅を境にと言っていいでしょうね。それよりも南側は全然観光感がなくて、この辺りはもうホテル街という感じになっています。高さがもうみんな芋盤みたいな感じで同じ高さ規制によるものですね。泊まるホテルはこれですね、 REF ベッセルホテルズ。なんか安いからということで僕ここを選んだんですけど、結構良さそうじゃないですか。京都の駅前からすぐのところですからね。やっぱりね、駅よりも南側のホテルの方が安くて費用対効果にも優れてるでしょうね。なんかランチも安そうだな。すごいところですね。なんか安いから泊まるとかじゃなくて、便利だから泊まるとかじゃなくて、わざわざ別にここにしたいなと普通に思えるようないいところです。なんでもランキングを作って住みたいホテルという観点で1位になったそうですよ。去る2022年、つい2ヶ月前まで2022年でしたね。で、なんかウェルカムドリンクなるものがあるんですけど、これまたすごいな。宇治煎茶長寿、こっちは玄米茶で、さらに自分でここでお茶を入れても良いと。へー、京都駅前にあってすごくいいところに泊まってしまったな。ここに2泊するんですね。そう、今回はね、2泊3日の京都旅行なのです。私の部屋は9階が指定されました。お、なんかこのエレベーターいいなと思ったら床に絨毯敷いてあるじゃないですか。グリーン車みたいですね。で、907、いい感じですね。そこまで部屋がものすごく大きいわけではないなという印象を受けましたが、まあ、しかし正直そこまで部屋が大きくても仕方がないなとも感じていたところなので、むしろ費用対効果の良さにスペースを効率的に使ってくれていて僕はありがたいです。玄米茶飲んできてもらってきました。持ってきていいんだそうですね。ルームツアーでもやりますか。出入り口のところには鏡が設置されていて靴ぐらいもあります。それからこれがシャワーですね。清潔感のあるシャワールームでございます。ちょっとなんか天井が低めになってるみたいですね。まあ、全然多分2メートルくらいあると思うんで十分だと思うんですけど、部屋の天井の高さはこのぐらいなんですけど、なんでこっちがこの高さなんだろう。いや、全然構わないんですけど、単純に構造として気になるところです。またトイレが面白い構造で、これですね、コンパクトにまとまっているという印象ですが清潔感があります。しかもなんかトイレはちょっとすごそうだな。今までに見たことがないやつだ。うわ、これを押したら流せるのか。なんかこの部分もちょっと今までに見たことがないやつだな。一気にバーンと落ちないようになってるやつですね。ゆっくりゆっくりと下がります。音もなく止まりました。もちろんのことながらウォシュレットトイレになっていまして、この機能がついてるわけですね。高級そうなトイレでしたね。あとはですね、まあ今こういう服を着てるわけなんですけど、服は脱ぐんですけれども、そうするとそういう人用の、部屋着が準備されていまして、なんか結構良さそうなんですよ。飛行機のファーストクラスみたいですよね。いい感じのパジャマじゃないですか。これ着てみました。僕あんまり普段こういうの使わないんですけど、今日は着ようかな。しかも上下に分かれてるな。意外にこれ分かれてるのは珍しいですよ。だいたいこう、上から浴衣みたいにこう上下セットになってるやつですからね。ちなみに今回グリーン車で往復して、このホテル2泊して3万3200円という金額です。さらに京都タワーでの朝の体験と、それから1000円のクーポンもつきますからね。いかに安いかだよな。まあ、今回のこの動画も例によって JR 東海ツアーズのずらし旅の宣伝なので、僕もどうやったらね、皆さんがこのずらし旅を使って京都とか、まあ、名古屋とか大阪でもいいんですよ、行ってくれるかなっていうのを考えながら動画を作っているわけなんですけど、でも本当に素晴らしい商品ですよね。自分がね、すごい恵まれてるなと思うのが、ちゃんと仕事としてやってますよ。で、名刺交換とかしてね、ありがとうございます、頂戴いたしますとか、まあ、連日やってるんですけれども、そういうことも。ですが、本当にいいなと自分が心から
思って心からおすすめできるものを皆さんにこれおすすめですよって言って宣伝する仕事ができるっていうのは嬉しいですよね。まあ、やっぱ世の中いろいろな宣伝の仕事があって、これより本当は他社のなんとかっていう商品の方がいいのになと思いながら、うちの会社の製品はこんなにいいんですって言って営業して宣伝してる人っていっぱいいると思うんですけど、僕はねそれをやらずに済んでるわけですから、本当にこれ幸せなことだなと思ってるんですよね、という宣伝でございます。少し本心です。ベッドが結構大きくて、またふかふかであります。テレビも見たいけどどうしようかな。八つ橋を食べてお茶飲んだらさっさと寝ましょうかね。今日は明日早起きした方がいいですからね。はい、翌朝です。今6時過ぎ。おはようございます。なんか京都は白い屋根の家が多いんだなとか思ったんですけど、違いますね。これはね、あ、雪が降ったんだ、僕が寝てる間に。あ、そう、じゃあ今すぐ出かけよう。うわ、すごいな、ご飯なんか食べてる場合じゃない。で、京都は早朝が大事なんですよ。ご覧ください、この足跡の少なさ。つまりこれだけしかまだ人が歩いていないということでしょう。朝はね、人がいないんですよ。そういうことで慌て清水への参道にまた来ましたけれども、うわ、すごい、カラスしかいないよ。昨日来たところですね、五条坂、清水坂と三年坂の合流のところ。落ち着いて景色を眺めるなら朝の5時に起きて出歩くしかありません。これなんか教えない方がいいんじゃないかなとか思うんですけどね。これで朝に行けばいいんだなって広まって、朝にも観光客が出歩くようになってしまったら、もう京都には空いている時間はなくなりますからね。 CM 撮影とかもできなくなるんじゃないかな。 JR の宣伝にも使えそうな動画ばかりが撮れていていいですね。実際なんか JR 東海ツアーズさんに渡そうかな。まあ JR 東海ツアーズさんも京都には死ぬほど皆さん来ていて、おそらく腐るほど京都の雪の景色の写真とかも持っていると思うので、まあそんなこと言われても別にいらないだろうとは思うんですが、多分ね、この二年坂のところが一番いいと思うんですけど、まあそうですよね。ゴミ回収車みたいなのが来てるようですけれど、まあ逆にそれもらしくていいかもしれないな。朝の早い時間ぐらいしかやることができないから、鬼の犬間に洗濯をしている光景ですね。あのゴミ収集車はしばらくあそこに止まっているみたいです。これの向かい側のあの辺が高台寺ですから、あっちも行ってみましょう。人さえいなければどこでも見るべきような景色ばかりだとわかります。今日は天気自体はいいみたいですね。南の空があんなに晴れてます。この辺からそろそろ日も昇ってきて雪も溶け始めるでしょう。いい時に間に合うことができました。じゃあバスに乗って帰ろうと思います。しかし今ようやく7時になったところで、さすがにバスの本数はまだ少ないです。昨日乗った206系統も近寄ってきていないようですが、今近づいてきているのが207。この207系統の方が僕にとっては都合がいいはずですね。あとでタクシーも来ましたが、せっかくバスが来ましたんで乗ることにしようか。大混雑区間にあっても全然お客さんが乗っていません。昼まではこうはいかない。で、縦横の道筋を南条というふうに言うわけですけれども、次は東山7条です。本当は7条が正確なんですが、7条と1条を間違うということで、京都市営バスでは7条と呼んでいるそうです。次の停留所の表示が暗号みたいな感じになってきたんですが、これね、次は九条車庫前という停留所だからで、乗務員さんの交代があるんだそうですね。それで運行管理上こういうのを表示しているんでしょう。その九条車庫前で降りました。京都駅よりも南側の、まあ、ここが九条通りなんですけれども、九条とかに来ると全く観光地感がないのがすごいですよね。多分明日最後による東寺周辺だけなんじゃないですかね、観光地らしいところは。ホテルの部屋に帰ってきましたが、よいしょ、いい朝ですね。そしてこちらがその京都の南側、この地図でいう下の方向を見ているということになります。京都駅がまさにね、現代の都の羅城門みたいな感じになっていますね。南側には東寺、東福寺、あとは伏見稲荷とかの名所があると思います。
朝ごはん結構豪華なんですけどね、僕はとりあえずこれでいいや。 YouTube の見過ぎで部屋でゴロゴロしてたんですよ。それ時間がなくなっちゃったからね。もう一度また逆順で朝ごはんを食べたらばさっきのところに戻ります。清水道昨日から清水道ばっかり行ってるな。清水寺には行ってないのに。向こうにあるのが東山で、昨日はあの辺をうろうろしてきましたが、今度はですね、若干それよりは西寄りの方に入り、今朝は建仁寺さんからスタートです。近くには六波羅蜜寺もあります。例によって一般の人は使うことができないデラックス豪華な門がありまして、これを正面から覗き建仁寺にお邪魔します。ここから先もまた道が全部塞がれていますが、直視の方が通るときはこの道も全部開放されるんでしょう。天皇陛下がお越しの時も全部開放されると思います。建仁寺は中世に始まった日本の禅のその相当初期からある古くからのお寺でありまして、ここにも書いてあります、最初禅窟、ここがその正式な入り口ということになっていますが、もちろん我々はここから入るのではなく横の勝手口から入れてもらいます。ただね、ここの正式な入り口の横のこの高い天井、こちらが勝手口で、実は建物の大きさはこちらの勝手口の方がかなりあります。これなんでかなと思ったんですが、後ほど教えていただきました。入ると、もちろん建物が高いからなんですけれども、天井のところもよく見るとなんか温泉みたいな煙を逃がすような構造になっています。なんでこうなのかと言いますと、ここが禅の修行の場所だからなのだそうで、後でねまたそういうことだったのかと分かる機会がありますが、まず入って一番最初に見るべきはこれだと思います。ここにあったの、すみません、ちょっとね来るまで知らなかったんですけれども、有名ですね、誰でも知っている風神雷神の屏風です。これもじっくり見ていきたいところなんですが、他にもこういう風にいろいろ建物がありまして、で奥を全部ここの建仁寺の方に今日教えていただいたんですよ。それでよりそういうことだったのかと勉強になりましたので、教わった内容をそのまま皆さんにお伝えしたいと思います。まず入ると丸三角四角の庭というのがあって、この時点で興味深いですよね。これは何なんだろうと思います。で、丸三角四角とはそもそも何なのかということなんですが、これが四角で真ん中のところに書いてあるのが丸で、で三角はですね、この奥のところにちょっと一部三角定規みたいな感じで細長く一段高くなっているところがあると思うんですが、これで丸と三角と四角なのだそうです。でこれは仏教の考えで、この世にあるものはすべて丸と三角と四角で表すことができるということをここに表しているのだそうですが、じゃあなんでここにそれを表現したこうお庭があるのかということなんですけれども、これはですね、我々のようなその外来の人とか、その外から来た人とかがここに入っていくような場所がこの先にありまして、書院がこう奥に2つあるんですけれども、でそこへの通り道で仏教の教えを我々に紹介してくれているということなんですね。日本にある禅のその最初期からあるようなところですから、つまりそれだけ私たちが学び取れることも多いのだろうと思います。で進んでいきますとお庭がありまして、でこれがですね、周りどこからでも見ることができるようになっています。でそれはいいんですけれども、周りからこう見ていくということはですね、これ言われて僕もさっき教えていただいて気づいたんですが、どこからでも見て見栄えのする庭を作るというのはこれはかなり大変なことでありまして、普通はだいたいね、さっきの風神雷神の絵とかもそうですけれども、一方方向からこうやって見ることを前提にして描くわけですから、二次元で住んでいるわけです。しかし全方位からこのようにして覗くということは、このようにぐるりと回ってですね、本当にどこからでも見られるようにと意識して作らなければいけません。そこでこれはもう教わったことをそのまま受け売りで紹介しているだけなんですが、言われて気づいたんですが、石とかそれから他に配置されているものも皆木の枝に至るまで渦を描くようにして円形に配置されているのだそうです。でそれもまた素晴らしい技法だと思うんですが、じゃあまたなんでここに美しいお庭があるのかということなんですが、これもねまた禅の一つの基本的な考えを教えていただいたのですが、これを見て美しいなと思うことが本当に大切なんだそうですね。仏様というのはどこにいて何なのかというと、それは私たちの心の中にあるんだそうですね。で、もともと備わっているのですが、この世のあらゆることに触れてどんどん煩悩が蓄積してきてしまう。でそれを、リフレッシュというかクリーニングするための作業が必要で、そのためには美しいなと感じることなのだそうです。
美しいと感じたその時に心はより綺麗になっていくのだと言います。だから建仁寺に来てですね、皆さんぜひこの庭を見て、まあ、私もそう思うんですけれども、あ、綺麗だなと思った時に、でまたここねぐるぐる回りながらどっから見ても綺麗だわと思っている時に、その気持ちを忘れずにね、京都の旅行の思い出として持って帰ることが重要だということです。そうすることによって禅の修行を進めていく心の基礎を形作ることができるのだということなんですね。ですから一つでも多く美しいものを見て、あ、美しいと思って帰った方がいいわけです。壁にも美しい襖の絵が飾ってあります。これはね、元総理大臣の細川護熙さんが描いたものなんだそうですね。ちょうど雪は降りつつも日が差してキラキラした眺めになってきました。観光客の皆さんも綺麗だ綺麗だとシャッターを切っています。シャッターを切ってその時に綺麗だと感じた気持ちも何か記録することができるといいですけどね。また建仁寺に来ればきっと思い起こせるでしょう。もしも煩悩にまみれてしまったらどうぞ建仁寺へまたお越しください。まあ、建仁寺だけじゃなくてもね、いろいろなところで綺麗な景色を見るのが重要だということでしょう。でこちらのお部屋には掛け軸が下がっていて、これをそのまま音読みすると、B 延年と上から読めそうですが、つまり美しい心を持っていると延年、これ年という意味ですね。年が伸びますよと書いてあるわけですが、これはね、美しい心を持っていれば、まあ、要はあのメンタルがすごく良くなって、で生きていても楽しいし、また長生きをすることもできますという、そういうことが書いてあるんです。実はものすごく実用的なことが書いてあるんですね。あ、そうですよねという感じですが、ついつい現代社会に生きているとそういうことを忘れてしまうかもしれません。やっぱり禅の修行を重ねていく上でもこういった基本的なことを忘れないのは重要なんだそうです。どんどんそういう教えが身近に感じられてですね、仏教よくわからないなと思っていたのが帰る時になると、あ、そういうことだったのか。さすが禅の教えを一番最初に広め始めたような古いところだと勉強できるものの量も多いです。これ先ほどの丸三角四角のところですね。ここから見ると三角形がよくわかります。風神雷神の絵もここがオープンしまして見に来る人が増えてきました。でこの風神雷神なんですが、実は技法的にかなり先進的で、ちょっと私が詳しい紹介をここでする能力が欠けているかもしれませんが、すごく短く言ってしまうと、これは釈迦三尊の姿、釈迦三尊像という仏像とかいろいろなところで見たことがあると思うんですが、その両脇にある仏様の姿をここに重ねて描いたのではないかと言われているそうです。そして三尊であるわけですが、だとすれば三体目の本体のお釈迦様がここに描かれていそうですが、それは描かれていません。でもね、今大勢ここにやってきて風神雷神を見ていました。見てみると風神さんがこちらの方を向き、雷神さんもやはりこちらの方をこう向いていて、視線を描くとここに何やら3つ目が存在するかのような描かれ方になっていると。それはここで風神雷神の屏風を見ている私たちそのものをここで見ているのであって、仏様というのは私たちの心の中にあるのですよと伝えているのではないか。さっきも見たような景色をですね、ここでまた復習することができました。またここにも最高に美しい庭があるわけですけども、ここで知ったようなことを心の中に思って、この美しさを持ってお釈迦様の仏の心に近づこうと思って見ればなおさらに美しく見えるでしょうね。そういうことを教わって知ってみるとですね、ここで寝転ばないでくださいという注意書きがしてあるんですけど、そりゃ寝転ぶ場所じゃないよなっていうのもわかります。置いてある文化財もものすごいものが多くて、もうそんなものばかりですから、ちょっと僕がコメントをし尽くしてもし尽くせれないなという感じですが、ここに置いてあるこの11面観音菩薩座像は徳川秀忠公の娘である東福門御水能天皇の中宮で明昭天皇の聖母、江戸時代初期の方ですね、にご寄進をいただいた大切な寺宝であります。この上に書いてある宝城という、ここもともとその住職の方がですねお使いになるお住まいとして建てられたところですが、この額は1487年頃のものだそうです。一時期建仁寺が荒れていた時、そのグループのお寺、仲間内のお寺といえる近くの東福寺、さっき通ってきたところがですね、この建物をさまざま面倒を見てこの建物を広島県から持ってきてくれたのだといいます。500年以上前の建物、僕が死んで100年経ってもこのままなんでしょうね。ここが八塔です。
お寺のご本尊が置いてある場所というとなんか本堂とかあの仏堂とか仏殿とかいうところにある印象なんですが、建仁寺の場合はもともとあった仏殿が、なくなってしまった関係で、この八頭にご本尊が置かれています。まあ、あちこち見て回るのも良かったですが、最初にここへ来てご挨拶していった方がいいのかもしれませんね。また天井の総流図は多くの人たちがこの建仁寺の目的として来るところだと思います。建仁寺ができて800年を記念してここに描かれたものです。でこれはですねやっぱり意味があるそうでして、この2つの竜が協力して仏法を守っていくという意味が込められているとのことであります。建物自体は18世紀ですね、1765年の建立とのこと。この八頭には年月堂という建物の名前がついていまして、でこれはなぜこういう名前なのかというと、ここに書いてある通りなんですけれども、お釈迦様が昔説法をした時に多くの大衆に向かって、花を高くかざして、それで説明をしたのだけれども、ほとんどの大衆は意味が分からずみんな黙っていたところ、その中で迦葉尊者だけが、お釈迦様の真意を悟りにっこりと微笑んだという、これは真の仏法は文字や言葉に頼ることなく一心伝心で心から心へと伝わり継承されていくという教えを示したものである、そのことから年月堂と名付けられているのだそうです。八頭との間の、連絡通路みたいなところを歩いていますと、ちょうどですねさっき一番最初に入った入り口の建物が見えます。で天井のところに換気装置のようなちょっと出っ張った作りがあることもわかります。この建物の中をもう一度見てみましょう。さっき建物に入ってきて入館料とかのお支払いもする玄関にまた来ましたが、ここはですねもともとこういう風な玄関としてというよりは食事を作る場所だったのだそうです。調理場で横のところに禅であれば禅のお寺であればこのようなことに普通なっているそうです。伊達天の像が置いてありまして、非常に足の速い神様です。でなぜ足の速い神様がじゃあここにいるのかと言いますと、調理にはスピードが大事だからだそうですね。温かいものは温かいまま、冷たいものは冷たいままで、消費期限足の速いものにも注意するということで足の速い神様が禅のお寺にはいるんだそうですよ。最後に売店コーナーを見て帰りましょう。箸置き、それからバッジなども売っていますが、丸、三角、四角、この世の全てを表した箸置きです。風神雷神グッズもたくさんあります。風神と雷神に見つめられて、ああそうだった、自分の心の中にこそ仏様というのはいるんだな、毎朝の食事の度に思い出すことができそうですね。それからお茶および桑のコーナーがありまして、桑というのは何なのかというと、これね、簡単に言うとその桑のお茶みたいな感じになっているんだそうですが、ではすみません、いただきます。試飲させていただきます。味結構美味しいですね。でこれもですね、今からグリーンティーバージョンなんですが飲ませていただきます。これは栄養豊富なものですが、これの発祥についても後で、触れさせていただきたいと思いますが、基本的にですね昔このクワというものが、薬として、またクワだけではなく一般のお茶もまた薬として栄養が豊富だから飲んで健康になりますよということで飲まれていたのだそうです。それは昔の話ですから、それは本当にそうだったのかということも気になるところかもしれませんが、実際見るとクワの葉っぱにはこれ一番左ですね、カルシウムや食物繊維、鉄分、ビタミン C が豊富に含まれていて、実際に大昔から建仁寺で教えられていたように、近代の時代に科学がちゃんと物事を分かるようになると、なんだ本当にこれは栄養豊富で薬として間違いないものだったんだということが後から科学で証明されたんですね。味も普通に出汁とか甘みとかがうまく配合されて美味しいんですけれども、さらにはこの桑の葉っぱというのはね、お釈迦様が悟りを開いた時にそのお釈迦様のそばにあった種類の菩提樹なのだそうです。日本の菩提樹じゃなく本場の菩提樹は桑なんだそうですよ。建物の中の見学も終えて外のところへ出てくると、ずらりとお茶の生垣が並んでいます。この辺にあるのはね全部お茶の葉っぱだそうです。だからさっきもね、お茶を摘まないでくださいとか書いてあったんです。もう摘みたくなるぐらいにいいお茶がいっぱい生えています。実は建仁寺は日本の今のお茶を飲む文化の発祥の地であるのだそうで、お茶を飲むと体にいいからぜひみんな飲みなさいというふうに広めていったのだそうです。そうすることによって健康になればまた良い体を手に入れて、仏の教えに近づくことができるということなんですね。ということを伝える日がここにも立っています。栄西禅師さんが1191年ですね、ギリギリ鎌倉時代になってないのかなみたいな、この頃にお茶を広めていったのだといいます。
でお茶もそうなんですが、先ほど飲んだクワもですね、あれもまた栄養が極めて高いということで、実際あそこにもクワの木が今全部葉っぱはこの時期なので落ちているそうなんですけれども、生えていまして、お茶とクワを健康になるための大切な道具として薬として伝え始めたそうです。帰りになんと先ほど見た勅使門を間近に見させていただきました。これは特別です。いや、くぐることは絶対できないですけど、近づいていいのだそうです。で見るとこのように穴が開いているところがありますが、あの弓矢が刺さってですね、ここに矢がずっと刺さって、それでおそらく戦争をした時のものだろうと、そういう時代のものかもしれません。天井の構造も立派ですよね。この屋根の下に入れただけでも嬉しいです。東山だけで2泊3日しても全部見切れないぐらいたくさん見るところがあると思いますが、今回は全体的な京都を見て回りたいので、これからは車でしばらく移動して、今度は北山とかですね、京都の街のこの、左上というのかな、北西のあたりに行ってみようと思います。今横にあるのが京都御所で、この御所の横ぐらいじゃないですかね。もしなんか御所の横にあの先祖代々住んでますみたいな人がいたら、名刺交換とかしたらいいかもしれないですね。京都でここに昔から住んでいるというと、うわすごいみたいに言われるようなエリアがこの辺かと思います。続いて来たのが北の天満宮でございます。非常に有名で、説明するまでもないかなと思いますが、菅原道真観光を祀る神社として昔から伝わるところ、1000年ほどの歴史があるわけですね。菅原道真公の話は皆さんももうご存知だと思いますが、もともと藤原氏との間で、権力のいろいろ問題があってですね、藤原氏から因縁をつけられて左遷されてしまったという話が有名です。左遷された観光はその先太宰府で苦しい生活を強いられて、ついに失意のうちに亡くなってしまったのですが、その後京都では災害が立て続けに起こって、菅原道真のたたりだということで、名誉回復を行い、それのみならずこんな立派な神社も作ってですね、北の天満宮という名前をつけて、たたりとされた天災や不幸は収まったのだと言います。ここに観光ミカと書いてありますが、ミカでいいのかな、魚かなのかな、豆腐書いてですね、これでコチと読むそうです。コチ深場匂い起こせよ梅の花、アルジェナッシュって春を忘るなとは、これがまさにその観光の作りになったもので、春になったら京都から九州まで梅の花の匂いを届けてくれよ、もう主菅原道真は左遷されてしまったけれども、それがいなくなったとて春を忘れることのないようにな、というなんとも寂しげな歌でございます。ということで、実際に今年も春を忘れずに咲いている梅の花たちがちょうど今見頃になり始めたところ、菅原道真の左遷後の生活は本当に悲惨だったらしくて、もうそもそも給料もなくボロ屋みたいなものに住まされて過酷なものであったそうです。その逸話に関わらず、現在では優れた学者であった観光を祀る神社として、学問の神様として多くの修学旅行生などがやってきて合格祈願などをしていくところでもあるそうです。これをくぐった先のところが豪華な社殿でございますが、そこはですね、神聖な場所だということで、今回動画アップロードはさせていただかないことになっております。で非常に興味深いのがこの入り口の門のところを通ってきて、で普通参道というのはまっすぐそのまんま御本殿の方に続いていくんですけれども、そうではなく、ここの場合はですね、門をくぐるとこう折れ曲がっていくようにして進むんですね。梅のお花の向こうに地図がありますが、これを拝見すれば早いです。この1番の楼門を入って、2番からこういう風にしてですね、それで御本殿の方に進むことになりますが、なんでこうずれているのか、でも一直線に行く道もありまして、この一直線の道はじゃあ何なのかというのを今回ですね、北の天満宮の方に質問させていただくことができました。それで教えていただいたんですが、これは北野の七不思議とされることの一つでもあるそうですが、もともとここは神聖な土地だったそうですね。でそこで先ほどの観光の逸話があって、ここに北野天満宮を実際に作る造営するということになったんだそうですが、ここがその元からあった神社、最初からあった本来のルートがこれで、でこれを奥に行くと北野天満宮というよりもこの土地にそもそもの、いらした神様のお社が奥にあるのだそうです。で実際にあります、奥の赤い建物がそうです。こちらにある北野天満宮の御本殿は、いわば増築のような部分であるから、だから遠慮して横に作ったのだということのようですね。ですから参拝の際は観光もそうなんですけれども、こちらの方にもぜひ挨拶をして行かれるとよろしいでしょう。ご案内によりますと、ここに書いてあるんですけれども、地主神社八百万の神様を祀っているのだそうでして、836年
観光生誕の9年前2月1日遣唐使のために、天神寺儀を北野に祀ると記録されている通りとのことで、北野天満宮創建以前よりこの地に鎮座していた神社であると書いてあります。今紹介したことがこれですね。ではどうしてこれがその観光の話よりも前からもともと神聖な都市となっていたのかということなんですが、それもね今教えていただいたんですけれども、いろいろなあの門というのが考えがあるのだそうですが、この北西の方角から鬼であるとか悪いものとかそういうのが入ってくるという考えがもともとあり、まあ今のこの山陰本線とかが来るような方角だと思うんですけれども、でそこから入ってきたものを、ここで防御したり、あるいは、浄化して、清らかなものとして、また返していくという役割がもともと考えられていたそうです。そうしたもともと神聖な土地であったからこそここに観光を祀ろうと考えたのかもしれないですね。京都にやってくる天才のような存在であった観光もまたこの地で浄化して、そして何なら京都を守る守り神としてまたいていただきたいという考えで、この祓い清めの聖地である北野の地に祀られることになったとのことです。ただ作ってるだけじゃなくて、ものすごく論理的でつながりがちゃんとあるというのが興味深いところですよね。それからぜひ見ておくべき建物として絵馬堂というのがありまして、なんか見た目にもすごい建物ですが、どれぐらい古いのかは正確にはわからないそうですが、ここの建物いろいろある中でも最高レベルで古いのだそうです。だから500年ぐらいは経っていそうですよね。でこの中に絵馬がたくさん奉納されています。で絵馬とは何なのかということなんですが、もともとは神馬を神社に奉納するんだそうです。ただ馬を実際に持ってきて奉納するのも結構大変なので、それが転じて絵に描いた絵馬というのを奉納するようになりました。でさらにその絵馬という概念がかなり成熟してくると、馬の絵に限らずいろいろな絵を奉納していくように変わっていったのだそうです。なるほど。その本来的な絵馬もあれば、もう馬の絵ではなくなったようなものもあるし、それからこの立派な彫刻がいくつも奉納されています。最近に奉納されたすごい絵もあります。北野天満宮の誇る美術館のようなところですよね。こっちはあれですね、明治12年4月に奉納されたというこの絵馬は九州福岡県の筑前の国太宰府天満宮、境内図と書いてあります。これですね、観光が太宰府の方に飛ばされてしまって、そこでもまた同じように太宰府天満宮があるのは有名だと思いますが、そちらの天満宮の境内図、みんなの紹介にもなりますよね。はあ、九州の方はこうなのか、参拝をしに来た人も思うでしょう。菅原道真公はただ優秀な学者であったというだけではなくて、天皇陛下にもともと自分は仕える身だというその本文を最後まで忘れることなく生きていた、その誠の心を持っていた人なのだということで、この菅原道真公を表す誠の一文字がここにまた奉納されています。で、これはそういう正確ななんか証拠とかそういうのがあるわけではないそうなんですけれども、実は新選組というのは非常に有名ですが、もともとあまりみんなに認められるような組織ではなかったというその新選組も、この辺りで江戸時代の終わりの頃にですね、北野天満宮によく参拝に来ていたそうです。そして自分たちも今みんなに認められているわけではないけれども、観光のように自分たちの本分を忘れず誠の心を持っていればきっとみんなに認めてもらえるだろうということを考えていたのではないかと思われまして、でそれがですね、新選組のシンボルでもある誠の旗につながっていったのではないかと言われているそうです。他にも教えていただいたんですが、興味深い絵馬がありまして、これはですね、和算、算術ですね、大昔の日本が世界に誇る昔からの数学の技術がここに出ていまして、ここにですね、その数学の難しい問題、このなんか赤いところの面積を求めなさいみたいな問題らしいんですけれども、そういう問題がここにずらりと描かれています。これによって自分たちの学問の成果を、ここの神様の前で披露してそれを奉納しつつ、まあ、またこれはね、うちの塾、そういう塾というところでこういうのをやっていたらしいんですけれども、うちの塾ではこういうことをやっているんですよというのをみんなに広く伝えることも目的としていたそうです。だからそういう塾はこれ一つしかないわけではないので、昔はですね、他にもそういうのを奉納していたところがあって、でなんなら、この塾が作った問題の、答えを解いて、でまた奉納しておく、うちの方ではこのどころご塾のこの塾の問題解けましたよみたいな感じで、それがまた競い合い、まあ、高め合いみたいのにもなるということですね。まさに学問の聖地らしい面白い光景が見られたようです。
でこちらにも現代版のものがあります。これは別に競い合いとかそういうものではなく、あの元々の本来的な意味でですね、奉納されているものですが、日本語でも分かりやすく書いてくれていて、優秀な勉強のしたい方、そういうのが楽しいと思う方、これ写真を撮ってお家に持って帰って実際解いてみるといいんじゃないですか。回答も書いてありますね。こんなにいい時期に来たんですから、梅園も寄っていかない手はありませんね。これがですね、実は結構ドラマチックなところでございまして、もともと江戸時代頃まで京都に三大名所、あの三大見ていくべき庭園みたいなのがあったんだそうです。一つが清水寺の月の庭で、一つが、妙安寺の雪の庭で、三つ目は北野の花の庭ということだったんですが、しかしですね、明治政府の神仏分離の施策の関係で、この辺りにたくさんあった花の庭というのがなくなってしまっていました。それを150年ぶりに復活させようということで、昨年からここをまた花の庭として、その当時使われていた石などももちろん元々は違う場所にあったものではあるんですが、ここにこのように並べたりしてですね、150年ぶりに京都の雪月花の三大名所のその庭がまた揃う状態にしたのだそうです。まだ早咲きとはいえ春を感じるいい光景じゃないですか。咲いてるのだけがお花じゃないですからね。満開になったらどんな感じかも想像がつきます。僕はこれは知らなかったんですが、北野天満宮には踊りの跡があるのだそうですね。あ、分かりやすいです。あのこれがですね、京都の周りをぐるりと取り囲んでいる豊臣秀吉の時代に作られたあの土壁のですね、まあ、なんていうのかな、あのお城ではありませんけど城壁みたいな感じです。荒れていた京都の街を復興させるためにこういう風にして作っていたのだそうですが、まあ、現在はもうこういう風な囲いが京都の街の中にあったら邪魔ですから、江戸時代の終わり頃にはほとんど取り壊されてしまったそうです。しかしここは神社の境内であったということで取り壊されることなく残されておりまして、この高低差を見ると結構高いということがわかりますね。あそこにもあのこれから階段を使えば降りていくことができますが、その高さの違いを今の梅園を開放している時期に見学することができます。でこの踊りの切れ目がですね、ところどころに設けられていて、そこがあの、まあ、なんか城郭都市みたいな感じで出入り口となるわけです。 JR の丹波口駅とかですね、この東山の方に粟田口っていうのがこの蹴上げとかのちょっと下ったところにありますけれども、そこら辺のなんとか口という地名はその当時の踊りの切れ目のことを指す言葉なんですね。東海道53次とか中山道で粟田口何回か通りましたね。梅園には入園料の1200円がかかるとのことです。でそれでですね、お茶とお菓子がつきます。観光梅というお菓子と、それから梅のお茶ですね。梅昆布茶はね、結構美味しくて、実はお茶漬けにするのもいいらしいです。ちょっとこれ高いところからするとこれ外れちゃうな。お菓子観光梅は軽いけれども、しかし味が結構ついていて食べ応えのあるおせんべい。お茶買って帰りたいぐらい美味しいな。じゃあお礼を言って帰らせていただこうと思いますが、最後にですね、ここに大きな、しかし結構古そうな井戸があるんですが、あの豊臣秀吉がこの辺りで昔茶会をやったのだそうでして、でその時の井戸がまだ残ってるんだそうですね。水もあるのかな、読み方合ってるかわからないんですが、北野大茶湯の跡でいいのかな。京都にはそういうとんでもなく貴重な文化財が平然とあるからすごいですよね。当たり前か、京都なんだから。はい、続いてはですね、この北野天満宮から仁和寺にやってまいりました。鉄道昇華で桜は春の三和大室とか歌われているところですね。大きな三門、ここから入ります。入る前に横のこの石碑を見ますと、史跡仁和寺御所跡と書いてありまして、なんかすごそうなことです。御所、御所っていうのはなんか天皇がいるところみたいな感じなんですけど、これそういう場所なんですね。門跡寺院でございまして、ものすごく格の高いお寺です。あの今はもうそういうことではないんですけれども、門跡というのがもともとその皇族とか公家とかのものすごく身分の高い人がやってきて住職を務めていたという歴史があるのであります。ということで、京都にあるお寺の中でも、いや日本にあるお寺の中でも、その権威のほどはものすごかったわけです。でこれがそうですね、入って左側のところに仁和寺門跡と書いてありますが、この奥のところで例えば、天皇の地位から退位して法皇となった方が住まいとして使っていたとか、そういう建物があるわけです。残ってるんですね。1867年までそういう風な使われ方をしていたといいます。この辺りの建物、基本的には明治時代の建物だそうです。登録有形文化財。皇族がやってきて、ここで門跡として、あの住職として勤務していたのはですね、それはあの江戸時代までの話で、江戸時代に使われていた建物は焼けてしまったので、
ある建物は、全部明治以降のものということで紹介されています。ですからいずれもここに実際に皇族の方が、やってくるということを経験したことはない建物だということになるんですが、ただ経験したことはありませんが、ここが門跡であるということは変わらないので、可能性としてはですね、ここに本当にまた皇族の方がね、例えば例えばですけれども、今の天皇陛下が法王となって、ここの住職になられるみたいなことが可能性としてゼロではないのかなと思います。で、実は昔本当にそれが行われそうになったことがあるんだそうですね。太平洋戦争も敗戦の色が濃くなってきたという時、昭和天皇ももしかしたらなんか戦争の責任を取らなきゃいけないみたいなことになるかもしれないと。で、そうなった時には当時の政治家たちが議論をして、もしかしたらこの仁和寺に昭和天皇が法皇としてここにやってきて、そしてここで生活していただくことになるかもしれないということも可能性の一つに検討していたそうです。ということで、そういった用途にも使えるようなものももちろんちゃんと用意されていて、この神殿というのがありますが、京都御所にもですね、天皇陛下のお住まいとして紫神殿というのが昔あったんですけれども、あそこには神殿という建物がありまして、ここで皇族などが生活することもできるような格の高い建物が設けられています。そんなお寺は普通にはないですからね。一時正式な神殿がなかった時にはまず仮の神殿としてこれを作りました。天皇陛下がもしお坊さんになったらここに来るかもしれないというところなわけですから、相当の作りになっているのも納得です。あそこにあるのが勅使門だそうですね。当然閉まっていますが、朝廷からの使者がやってきたらばあれを開けて入るということになります。今日はもう勅使門をなんか何回も見てますけど、まずそもそも朝廷からの使者が来るからこそ勅使門があるわけでして、僕ん家に勅使門を作ってもそんなもの来ないんで作る意味はないんですけれども、それだけすごいところを今日行きまくっているということです。昭和天皇がもしかしたらここでお坊さんになっていたかもしれないという場所です。ちなみにここ人が歩いていますが、これ普段はねここを歩くことはできないのだそうですね。でも今は京都デスティネーションキャンペーン、JR グループで毎年冬に今日の冬の旅キャンペーンというのをやっていますけれども、それの一環で歩けるようになっているそうです。冬限定で、入っていいんですねこれね、中もね。でも本当のその中のところまではまだ見られないみたいだな。もしものことがあらば、ここに天皇が移り住むということがもう決まっていたということは、つまりそれだけですね、当時の政府の人たちも昭和天皇がここに移り住んで大丈夫だということを確認してからそういうことを決定したわけでしょうから、当時でもそれだけ少なくとも終戦の時点で完成されたようなすごいお寺だったということもわかります。で、これがそのついにその神殿か。これを見れた方がいいわ。明治以降の木造建築としては設計施工ともに最高のものの一つと言われていると書いてあります。この神殿、昭和天皇が何かあったらばって、さっきから言ってることは同じなんですけれども、住むかもしれなかったという場所の一つがここですか。住むだけではなくて、その正式な行事とか、そういうふうなことをやるのにも使う場所だったから、ただのお家ということ以上の意味がもちろんあるんでしょうけどね。でここで対局をしたんですね、竜王戦の。でその時の最後勝負が決まった時の駒の並びが再現されてるんだな。でもね、多分この目の前でやったんだと思うんですけど、この上に一段高くなっているところがありますが、この上段の間に関しては普通の人間がおいそれと立ち入れるようなところではないと思いますよ。見てもなんかどう見てもそんな感じですよね。上段の間とそうでないところの天井の作りを見てもその感じの違いは明らかですね。あれは誰なのかな、聞いてみよう。でこれはね、教えていただいたんですが、この仁和寺を解散した人でありまして、それはすなわち宇田天皇なんですね。宇田天皇がここを始めました。醍醐宇田の天皇新政というのをやって政治で手腕を発揮した天皇として有名です。全部すごすぎるんですが、襖絵も一つ一つ取っても全部上出来ですから、上段の間のところで3分ぐらいは少なくとも足を止めた方が良さそうです。あんまりいつまでもいるとね、ちょっと邪魔になっちゃいそうだから、このぐらいにしておきましょう。桜が有名な仁和寺、すべてを紙で制作したアートなのだそうです。下の土台とかも全部紙なんですね。とてもそうは見えないな。この壇上が一番ここのメインのところでありますから、お庭もですね、この向かい側にあるんですが、当然ここから見るのが一番よく見えるように
配置されているとのことでございます。でその上段の間があるところを抜けますと、神殿を抜けますと、これを遺跡は黎明殿です。ここは例えて言えば仏間のようなところだそうで、注目するべきはやっぱり菊ですか。僕のパスポートにも同じような菊が書いてありますが、これは皇族しか使えない菊のデザインで、二重になっているということを見ると分かると思います。パスポートとかに描かれているあの日本のマークのあの菊は二重ではないんですね。ものすごく位の高い場所だと分かります。実は今回同行していただいている方がですね、こういうお寺で履けるスリッパというのを今そこでお求めになったんだそうですけど、これあったかそうで羨ましい。で見てみるとこれはねちゃんとあの菊のマークが皇族のやつではなく二重ではなく普通のやつになってます。我々がそんなもの履けませんからね、まあ、僕はこれでもいいや。今のところはその門跡のお住まいみたいなところでして、向こうからですね本来の参道はこちら方面です。まだそのメインのところは見ていません。門跡への先も見ました。あの直視門がこれです。左肩には高松の宮殿下参拝記念樹、右手にはいつのものかこれちょっとここからではわからないですよ、天皇皇后両陛下行幸行啓記念樹。まだなんかいろいろありますよ。今の天皇陛下がご参拝になった時の記念樹もありました。そういうゆかりがとにかく深いところなのです。参拝のルートはこちらから修理中の14文化財中門です。修理中はここに仏像が置かれないんですね。これはねなんかこう上にこう取れるようになってるらしくて、でこれをあの取り外して、でここからあの仏像をあの取り出すんだそうです。これこそ京都の春の名所ですね。名所おもろ桜と書いてあります。今はもちろん、全く咲いていないんですけれども、つぼみをつけてですね春の観光シーズンの準備中というところです。若干遅咲きになりがちです。柄も大層立派、ここが仁和寺の五重の塔です。晴れてきましたが、しかしまだまだ雪は散っています。今日はずっと降り続けるかもしれませんね。仁和寺はなんと最近修学旅行が無料になったんですよ。修学旅行の人たちは来たらこんなにすごいところをタダで見られる、絶対行った方がいいと思いますよ。法要の声が聞こえてくるこの奥が金堂です。これも見てった方がいいですよ。もともとはこの建物はお寺ではありませんでした。お寺のお堂ではなく京都御所の中で天皇一族の皇族の皆さんのお住まいとして建てられた紫宸殿であります。本物の紫宸殿だったんですね。それをここに1613年に移築したのだそうです。あ、ごめんなさい、1613年に、御所に建てられたものを10年ぐらいしか使わなかったってことなんですかね。寛永年間徳川家光ぐらいの頃に移築したと。当時の宮廷建築を使える現存最後の紫宸殿として、つまりあの天皇陛下が昔こういうところで生活していたんですよというその、姿を伝える一番古い現存の建物として国宝に指定されているとのことであります。当たり前ですよね。本日は2月の15日、お釈迦様が涅槃に入られたのが2月のちょうど15日なのだそうです。金堂のお隣や周りにも小さな建物がたくさんありまして、これはですね先ほど見ましたあの菅原道真公の腰掛けた石、観光腰掛け石というのがあるそうです。で少なくともあの年代についてはですね多分合ってるはずです。実際観光もここに菅原道真公も来てたんじゃないでしょうかというその石は結構大きくこれだそうです。菅原道真は九郎殿の塔というものに、役職をですね、もらってそれで活躍をしてきたわけですが、その菅原道真を取り立てたのが宇田天皇でした。でその後出家して宇田法皇となったわけですが、菅原道真がさっき言ったように藤原氏の謀略によって、左遷されてしまいまして、そしてついにこの京都を離れなければいけないということになった時、宇田法皇のもとに最後のお別れのために挨拶に来たのだそうです。しかし宇田法皇は先ほどのように、法要というか、権行をお務め中であったので、この石に腰掛けて法皇を待ったのだということでございます。このものすごい長い柄杓にてお水をすくって、ちょっと短く持たないと像にぶつかってしまいそうかな。これで水をですねよいしょ持ちかけることによってお参りをするのだとそうです。ちょっと当たらないように気をつけなきゃな、難しいな。そのお隣にあります重要文化財御影堂はこれもまたですねものすごく貴重なもので、先ほど紫宸殿を移築したものを見ましたが、こちらは清涼殿の一部をここに移築したものだそうです。完全にそのままではないそうですけれども、
獅神殿は正確に言うと、まあ、その儀式みたいなのをやるよ、ちょっとオフィシャルな、場所という感じもすると思うんですが、清涼殿がまさに生活の場であったようです。でそれをここに移築してきたんですね。だからやはり昔の皇族の使っていた建物が残されているわけです。真言宗のお寺ですから、弘法大師ご本尊としてここに祀っています。弘法大師の姿を祀る御影堂、そのすぐ脇のところからですね、88箇所巡りができますよ。あの四国でお遍路をするのもそうなんですが、あのここで巡拝約2時間、およそ 3km 山の中を歩くことによって、ここでも88箇所の巡りをすることができ、まずはこれで行ったらば、まあ、行ったことになるということだそうです。今ね、これこの先の道は門が台風で壊れてしまっているのだそうで、別のところから行けるそうであります。これも江戸時代の建物、観音堂、通常は非公開ですが、中にですね、観世音菩薩とか、他にもこうたくさん、こう分かりますか、仏像がものすごい感じで、また壁画も相当な迫力と見えますが、通常非公開なんですけれども、たまに見られる機会もあるという、このような壮大な眺めになっているそうです。ちなみに今表示しているのはですね、あそこに案内看板があるんですけれども、あそこの QR コードみたいなのを読み取ると、ここの画面に出てくるという、そういうあの先進的なこともやっていただいているんですね。これはあの長野県のお寺で僕もやったことがありますけれども、この五色の紐は観音堂の本尊である千手観音様のお手とつながっておりますとのことで、これを持って、まあ、本来はね、両手でちゃんと握るべきだと思うんですけれども、オンバサラタラマキリク唱えてお祈りください。皆さんも面白かったですね。2日目の今日はちょっと忙しい工程でお昼ご飯を食べる時間が今のところありませんということで、とりあえずセブンイレブンでこれを買ってきました。京都はね、パンの消費量がかなり多いんですね。つまりパンは京都の名物。いや、宮城県の仙台市が牛タンの消費量が多いんだったら、パンの消費量が多い京都のね、もちろんパンは京都の名物です。これ京都のならではの食事。今度はですね、もう仁和寺のところにタクシーがいるので、それですぐ降りてきていただきまして、着きました。ここですね、うずまさです。小学生以来に来ましたね。うずまさには東映の撮影所があります。時代劇のセットがいっぱいあるところです。それをあの一般の人たちも楽しめるテーマパーク的なところとして開放していて、それが東映うずまさ映画村です。今まで散々直視門だのなんだの入り口に注目して紹介してきましたので、ここでも紹介します。基本はですね、一般の方があちらから入ることになるんですけれども、今回我々撮影で伺っている関係で、こちらの事務所の方からですね、団体受付、やはり横の勝手口みたいなところから依頼させていただきましょう。お邪魔いたします。昭和戦前の頃、ここもともと竹やぶのような場所だったんだそうですが、それを切り開いて100年以上映画の撮影所として使われ続けているところです。今でも使ってますよね。これは路面電車、あの京都は日本で初めて電気運転をする電車が走り始めたところで、まるで本物なのかなみたいな感じがするんですが、見てみるとですね、ここの鉄板の止め方があのリベット打ちではなかったりするので、あ、なるほど、これはあの昔の当時の作りではないなというところが分かるかと思います。ただあのこの台車の部分とかの構造は基本的には当時の電車の大体の形と同じですよね。あの実際そういう風に作られているそうですよ。道を曲がると江戸時代風のところに行きます。金銀両替、墳道や町内安全、東海道や中山道、ありいろいろ行って見たような光景です。懐かしい感じがします。江戸時代は結構こういう商店が並んでいるような宿場町みたいなところにそれぞれの屋号を並べていく、こんな光景が一般的だったそうですね。ここにはなんか現金とか書いてある、見たことがあるような、あのあれですね、日本橋にありそうな感じのあの呉服屋さんがあります。まああれとは関係ないと思うんですけれども、越後屋と書いてあります。まあ越後屋っていう屋号はね、いろいろなところにあるから別におかしくはないんですよ。これもあの別に井桁のマークではないので、あの某三井系の百貨店とは全く関係のない建物がここにあります。でもこれセットなんですよね。歴史的な建造物かなんかだと勘違いしそうになります。あそこではお侍さんが何やら呼び込みをしています。忍者ショーが今から始まるそうです。今からやるイベント、この芝居小屋で見せてもらえると言います。芝居小屋っていうのもね、日本のいろいろなところにまだ残ってますけれど、基本的にはもう頑張って保存していくようなものですから、こんな規模のものなんてもうほとんどないんじゃないですか。それを追体験できるいい博物館のような感じの場所です。愛媛県の内子で僕も内子座っていうのを見に行きましたけど、あれに似てる感じで、2階席も
あるような感じの構造です。実際には2階席は使われていないみたいですけれども、作りとしてはあります。3分おきに本物と勘違いしてるな。あ、そういや作り物だったんだって、もう5回ぐらいここに入ってからすでに思ってますよ。さて、演目は忍者ショーだそうなんですが、これが結構面白いのだそうですよ。いや、こういうのって本当面白いんですよね。うわ、忍者が現れました。うわあ、すごいね。この高さからですか。ちょっと僕後ろの方に陣取りすぎたかもしれないな。ちょっと近づいていっちゃう。大変だ。あ、しかも忍者が姿を現しました。ところが忍者が、あのカカシは福山雅治に似ているらしいんですけれども、福山雅治にそっくりなカカシを見つけて驚いています。え、これ福山雅治なのかな。驚いているところで、しかしカカシでした。話を全部映してしまうとちょっとネタバレになりそうなので、適宜内容がわからないようにしたいと思います。さっきからね、わざとやっているような三文芝居みたいなのを見せてくれているんですけれども、それ面白いんですが、基本的にアクションのシーンは特に見応えがあると思います。この人が今から忍者と一騎打ちをするみたいですね。なんか見る限り殿様が優勢みたいだな。忍者が圧勝するストーリーなのかなと思ったんですが、基本的に忍者の方がやられ役です。なんですが、大体お決まりのパターンだと、ここでこの人が切られて、お、ちゃんとなんかこう血を流してるみたいだな。いいことだ、俺の負けだ。深手を負ったけれども、まだ死ぬような状況ではなく、俺の負けだということで、さあ首をかきてとどめを刺せというシーン。生きて命の尊さを学べ。その後、まあ、ある程度の事態は解決したようなんですが、しかしこの忍者はなんか忍びの掟破りなんだそうですね。掟破りだったらこっちから戦ってやるよみたいな感じかな。結構ストーリーが組み立てられた内容でしたね。これはちょっと全部紹介するとまずいわ、ネタバレになってしまいそうです。忍者ショーの見物も終えまして、また元の町に戻ってきましたが、結構規模が大きいです。ただね、見てると、あ、やっぱりセットだなと思う点として、江戸時代のお家ってすごいなんか異常に横にこう細長いんですけれども、ここら辺のお家は見るとそこまで細長いという作りではないみたいですね。どちらかというと正方形に近い形に見えます。細長いといっても、細長いその部分は普通の映像には映らないので、そこは作る必要がないということですね。合理的なセットの見学をさせていただいているのが分かります。また辺にですね、下にこう板が設置されていますが、実はこの辺のものには下に車輪がついていて動かすことができるようになっているのだそうであります。東映作品の大抵の時代劇でよく見る光景だそうです。ここが江戸の街をテーマにして作っているところで、お客さんは結構いるなという印象を受けますけれども、まあ、20人か30人ぐらいのエキストラの人がいれば十分街のにぎわいを作ることができるという、やはりそれもね、経済的な道の広さを計算しているらしいです。ここが宿場町の雰囲気をやはり再現しているところだそうですね。考察も出ています。あ、でも内容にね、大体こういう考察って、キリスト教徒を見つけたらなんかその捕まえて報告をするとご褒美をやりますみたいな、これは書いてあるんですけど、博打するなとかそういうことは書いてありますが、キリスト教徒はキリスト教禁止ですと書いてないですね。それガチでやってるとちょっと問題になりそうですからね。これは日本橋だそうです。この橋渡るべからず、
これ大丈夫なのかあのじゃあ真ん中通っていけばいいんじゃないかみたいな話になっちゃうと思うんですけども、これはね少々古い橋だそうでして、まあ、歩いていくとちょっと安全上のこともあるということで、現在は渡らないようになっているみたいですが、なるほどね。なんか浮世絵の日本橋よくありますけれども、あれの光景に見えるし、まあ、しかしものすごくこれ急なんですけれども、この急坂加減が映像を作るときにも都合がいいのではないかと思います。ちょっとこれ気をつけた方がいいですよ、滑るかも。このお家も見ると、こちら側から見ると、米問屋なんですが、こちらにはですね五島犬というのかな、2つ入り口があって、それぞれの面で違うみたいです。それぞれ撮影の時に、ここの部分も取り外したりとか多分できるようなところもあると思いますし、それぞれセットを組み替えて仕様を変更しながらやれるようになっているそうです。壁で囲まれているところがあります。吉原遊郭ですね。そういう遊郭みたいなところを壁でこういう風に囲ってやるのだそうですけども、こんな感じなんですね。ここに花魁みたいな人がいて、でここを歩いて、あ、これがこのお偉んのあなんとかさんですねみたいな、こう僕みたいな人間が冷やかしに行くという感じでしょうか。向こうも真剣にやってんだから冷やかしに行っちゃいけないけどな。でも長さはやっぱりセットですからそんなにありませんけど、高さは相当だ。本当にこんな感じだったんですね。本物の遊郭の建物をじろじろ覗き見るわけにはいかないですから、できるところでやっておきましょう。へえ、こういう金屏風みたいなのも使ってたんですね。金屏風とかがあるところを抜けて反対側に行くと、こっちは茶屋と書いてあるんですね。茶屋っていうのはそれどういう茶屋なのかわからないですけど、まあ、ともかくですね、見ると反対側は普通の長屋の建物。なるほど。はい、じゃあお願いします。またここの建物の入り口に当たるようなところはテーマパーク風になっていまして、こういうのをやってまして、多分木登りとかけてるんだと思うんですが、木登りというのがあります。こういうねハーネスみたいなのをこう体に取り付けていただくじゃないですか。これに登っていっていいというんですね。ボルダリングみたいなやつをやらせてもらえると、でそれはいろいろなパターンがあるんですね。登ってくるよ、降りてくるよ、いいんだろうと思ったんですけど、意外にね、あそこから飛び降りるのがまあまあ怖いのと、やる前はね、まあ、どうせこういうハーネスとかに繋がれてるんだから、それの分の安心感があって、そんなに怖くは感じないんだろうと思ったんですが、まるでなんか繋がれてないような気分で登れましたね。なんかあったらば下にいないかどうかっていうのを管理できるようになっています。最初の飛び降りる 0.5 秒間ぐらいはこれが引っ張り上げられるその減速みたいなのがないんですよ。だからそのほんの 0.5 秒ぐらいの間だけちょっとこう自由落下する感じになるんですね。さて続いてはですね、東映のセットの技術力をここに駆使し作られました史上最強のお化け屋敷だそうです。お化け屋敷は撮影ダメでしょと、一般の方は、ね、撮影はダメらしいんですけれども、今回は特別に、許可いただいた部分だけ撮らせていただけます。本当に怖いお化け屋敷だと思います。覚悟を持ってご入場くださいということです。僕ねお化け屋敷ってのは行ったことないですよ。どういう風な気持ちになるのかがちょっとわからないんですけど、冒頭のところだけは撮影していいのだそうです。どういう風に出てくるのかな、多分びっくり系だと思うんですけど、どんどん進んでいけばいいのかな。結構ね、この中はいい匂いがします。鳥居から先は撮影禁止だって言うんですよね。これかついに、ここからですね。僕の人生で初めてのお化け屋敷だ。ここから先は自分の顔だけを撮影していくような感じにさせていただきます。
さすがにびっくりした。うおー、なんだこれは。これ行っちゃっていいの？行っちゃうか。多分大丈夫だろう。ご機嫌いかがだ。うわー、なんとひどい光景。成仏してくれよ。よくできた作りだ。これは何？なんか死体か？死体じゃない。大丈夫。終わりかな。これでなんかそこからガチでなんか人が襲ってくるの。あ、大丈夫でした。終わりましたね。あ、どうもありがとうございます。味わい深いお化け屋敷を体験したところ、これ大人にですね、さっきも見ましたけれどもエヴァンゲリオン初号機がありまして、これあの西日本旅客鉄道500系新幹線ではないわけなんですけれども、あの手の上に乗ったりとかですね、この上のところに行ってあのエヴァンゲリオンってあそこから乗り込むんですよね、そういう風な、体験ができるそうです。あちこち練り歩くと毎度こういうところを歩けるわけなんですけども、これはね、あの履物屋って書いてあるんですよ。またどう見てもこれは履物屋じゃないだろうなと。あの天井の作りになんかさっきの肺炎構造みたいなのがありますからね。でこっちを見るとやけに立派な玄関がついていて、こちらは銭湯の入り口だったとわかるのです。でも屋根については全方位あの形ですね。あれももしかしたらなんか取り外したりとかできるのかもしれませんけどね。ここも退出しようと思いますが、その前にですね、新選組ラーメンとか書いたラーメン屋さんがありまして、あのラーメンが、まあ、他のお食事もさせていただけるんですけれども、すごい興味深かったのがこれですね。水戸藩ラーメン、あ、水戸藩ラーメンがあるのか、ご存知ですか。水戸藩ラーメン、ラーメンを初めて食べた人が水戸黄門様とされてるんですね、ここに書いてありますね、それは水戸の黄門様だったのでございます。で、水戸黄門が初めて食べたとされるようなラーメンをですね、再現して、まあ、おそらく現代風にアレンジして食べやすくもしていただいているでしょう。それでここで作られたのがこのラーメンとのことです。これ食べられるんですね。あ、しかも水戸藩ラーメン会の公式文書ですね、これね、日本で初めて食べたのはラーメンさ、水戸黄門様です。大日本史という歴史書がありまして、明治時代ぐらいだったですかね、あの江戸時代に作り始めてすごく長い時間をかけてついに完成した水戸藩の歴史書があります。それを作った水戸黄門は作るために中国から儒学者を招いたのだそうで、その時にですね、この人がラーメンを日本に伝えたのだそうです。さっきのお化け屋敷、お化けが出ないところからどんどん行ってしまったところもあったんですけど、あの中を東映の美術スタッフさんとかね、その東映のあの力量のある方が結構本気で作っていってるみたいだったので、あのもっとその芸術鑑賞的な点でもね、あのもっと見ておくべきところもあったかなと思いました。本当に短い時間で出てしまったのもったいなかったな。こちら持ってきていただきました水戸黄門の食べたというラーメン、この薬味を適宜入れるということですね。らっきょうを入れるのか、あ、いろいろあるな。箸も面白いですね。こうやってちょっとこうやって開けさせてよ、片手だから。なるほどね。もちろんこっちも取れます。お土産に持って帰れますね。これ持って帰ろう。肉と一緒に椎茸が出るのが必ず重要なのだそうで、味はすごい美味しいです。普通に美味しいラーメンという感じですが、さらに5種類の、こういう薬味がありまして、ネギ、これニンニクですね、まあ、ちょっとだけ入れるから。ニンニク、ネギじゃない、さっきのニラでした。ニラ、ニンニク、九条ネギ、まあ九条ネギというか普通にネギだったでしょうね。これは珍しいんじゃないですかね。生姜と、それかららっきょうを入れると、まあ、全部入れちゃいますか。もう5種類で五臓の気を発するとされていたとのことでございます。もう意外にあって美味しいというのもそうだし、なんか、ね、健康になったような味がしますね。さっき建仁寺でも教わりましたが、昔の人は何でも珍しいものを薬だと言って口にしていたそうです。体のために。なんかその時代の味覚を感じることができたかなと思います。なんか麺の食べ心地が違うなと思ってですね、お聞きしたら、まあ、ここにも書いてあったんですけれども、当時は麺の材料がなくて、グーフンっていうのかな、レンコンのでんぷんを使って作っていたということなんですが、これでもまたそこにレンコンのでんぷんを混ぜ込んでるんだそうですよ。修学旅行生メニューもあったんですね。学割がちゃんと学割で安くなってます、周りのやつと比べて。へえ、このやつだってね、この場所にしてはすごい安いと思いますよ。でも水戸藩ラーメン安いよな、880円でいいのか。普通もっとしません？こんなこだわって作ってるんだったら。でもやっぱり面白いのはここが本当の東映の技術力に普通に触れられるというところかもしれませんね。ここに紛争の館というのがありまして、昔風の服を着て、
まあ、中をこう練り歩く体験をさせていただけるということなんですけども、ここは本物ですから、その映画のメイクとかは着付けとかそういうのをやっているような技術を持っている人が本物の衣装を使ってこういう格好もしたければできるということなんですね。これができるのはなかなかないんじゃないですか。ちゃんと髪の毛がないように見えますからね。それをやっぱりね、ここまでの処理をするのには少々時間がかかるそうですけれども、まあ、物に応じて、どこまで服を着るだけにしておくのか、それとも本当に曲げにするのかとか、まあ、いろいろあると思うんですが、メイクをしていただいたりカツラをかぶったりということで、全く本物の役者さんのように仕立てていただくこともできるのだそうです。これはなかなかないでしょう。っていうか、それで僕は普通にここに来てカツラをかぶって全部やって回ってみれば、この動画の100万回とか200万回くらい再生されたかもしれないですね。まあ、もっとね、また伺いましょう。さっきの記念写真撮ったキラレ役の方とかですね、お化けで脅かしてくれた方とかも、みんな東映の俳優さんらしいんですね。でやっぱりメイクとかしてくださるのも本当の映画で使うそういうメイクとかね、カツラとかの加工とかもされてるような方が実際にされるんだそうですよ。だからここにはセットではありますが、本物のセットと本物の映画の材料があるということで、つまりは作り物のような本物を見ることができたと。本物の作り物ですね。結構いい機会になりましたね。大人になってから来るとまた違う発見があるもんだな。帰りはですね、国宝第1号の弥勒菩薩があります、新国宝ですね、新国宝第1号の弥勒菩薩があります、広隆寺の目の前からこの嵐殿というのに乗って帰りたいのですが、ちょうど電車が行ってしまうところです。しかしいいヘッドマークを出していますね。さっきまでいた東映うずまさ映画村のヘッドマークでございます。ここから反対側がちょうど併用軌道なんですね。まさに路面電車、京都から路面電車がなくなったみたいに言われてますが、昔の市電はなくなったんですけれども、嵐電とかまだまだ路面電車そのものはあります。あとは京神線とかがありますよね、山科の方。あ、ここの一瞬で終わりなんだな。あそこからはまた普通の電車の線路に戻るんですね。面白い。これもまた水戸黄門、助さん、格さんを描いた渦政映画村のヘッドマークでした。ここは渦政交流寺駅というそうですが、ホームと家が直結してますね。そんな光景があるのか。これ繋がってますよ。来ました。あ、また映画村のやつだ。これはまた違うやつですね。あ、なんか暴れん坊将軍的なやつだ。しかし実際には違うんでしょう。半券というものがありますから。結局途中で地下鉄に乗り換えた方がいいんじゃないかということで降りたんですよ。こんなのもあるの。これちょっとただものじゃなさそうな、古そうな京福電鉄書いてあるやつが来ましたね。これなんだ。これ僕が乗ってきたやつは銭形平次みたいなやつですね。実定を持って銭を投げてます。またもう一個のあっちはね、僕が今ウィキペディアで調べた感じ1929年生らしいですよ。すごい。それが人口100万人超の政令指定都市で通勤通学輸送についてるのか。そして京都駅に戻ってきてホテルへも歩いて帰るんですけども、ここにセブンイレブンがあるんですが、安全のためこちら側の歩行をお勧めいたします。親切ですね。右手は公道でこっちは私有地なんですけれども、これあれですね、 JR 西日本系列のビアインダのホテルの敷地なんですが、ここ通っていいですよということで車が多いから通してくれてるみたいです。親切な JR 西日本グループ。この動画 JR 東海ツアーズさんの、ね、JR 東海系列の宣伝ですから、もしかしたらカットされてるかもしれません。カットされていなかったらね、 JR 東海ツアーズさん、そして JR 東海系列もまたやはり親切だということですよ。お家に帰ってきたなという感じです。京都駅のすぐ目の前ですからね、バスとか交通の系統が充実しているので結構いい立地のホテルですよ。本当に僕はね、普段旅行するときに同じところに2回以上泊まることってほぼないので貴重な経験です。昨日もありました、夜のウェルカムドリンクですね。別にウェルカムと言いますが、何回でもというか2泊目の人でも飲んでいいそうです。今日はリンゴジュースにしましょう。そして基本的にこのホテルは清掃は基本は入らないですね。なんかお願いすれば入れるみたいな感じなのかな、清掃不要のお客様へ。でその場合には、まあ、僕は別にいいやと思ったので2泊だけですから、その場合には入り口のところにアメニティ類をかけてくれると。まあ、前のお客さんからずっと清掃されてなかったらちょっと嫌ですけど、そんなことはありえないんで、ちょっとくちゃくちゃのまま出かけてしまいましたけれど、まあ別にもう一泊ぐらい掃除をしてなくてもいいでしょう。だ自分家の布団とかそんなやんないですもん。あ、これあれか、下に大荷物とか入れられるタイプのやつだったんですね。おかげで安くしていただいているというわけですね。
いや、なんかそれで、あとなんか他のところにちゃんとコストがかかってたりとかするのもなんかすごいありがたいなと思うんですけど、あの受付の人がなんかすごい親切だったりとかね、まあ、さっきのなんか無料サービスとかもあるじゃないですか。朝ごはんもなかなかいい感じでしたしね。あの朝ごはんなんですけど、あの今回のプランつかないんですよ。なんですけど、あのつかないプランで申し込んでるんですが、あの動画撮るからということでなんかサービスしていただいちゃったので、それで実は紹介しています。今日の朝もね、食べたのはそういうことなんですよ。はい、おはようございます。翌朝はね、まだ6時起きにしました。今こういうことで四国のキャンペーンをやってですね、今治焼き鳥と八幡浜ちゃんぽんね、結構美味しいですよね。いやー、食べていきたいな、食べていきたいなって。お前朝食券持ってるのに食べていかないのかよって感じなんですけど、ちょっとね今日早いので。さて、最終日の本日は京都駅から JR 奈良線でぐるぐるぐるとですね、走ってまいりまして、京都の南方有名ですね、宇治にやってまいりました。お茶の産地として知られている宇治ですが、他には平安時代の貴族の人たちが別荘を作った別荘地として知られております。結構遠いですよね、京都の中心部からすると。直線距離でも、まあ、丸1日移動にかかりそうな距離だな。宇治川を渡る宇治橋です。これは見といた方がいいですよ。日本で一番古いかもしれない橋だそうですね。あ、これ自体がそうなわけではないんですけど、最初にかかったのが大化2年646年、無事故に終わった大化の改新の翌年からここに橋がかかっていたのだそうです。ということで、これは割と新しい平成の時代に書き換えられた橋なんですが、あのここに例によって擬星がありまして、あ、これ新しいやつだな、平成8年って書いてこれ、これごめんなさい、これね、新しい、そういう新しいやつもあるとは知らなかったんですけど、あの江戸時代ぐらいのやつも普通にあるんですよ、あの辺とかね。あれとかそうなんじゃないですかね。あの三条大橋とかね、滋賀の瀬田唐橋とかに行ってもああいうものすごく古い擬星がついているもの多いです。遡っていきますと、瀬田川につながって琵琶湖から来る宇治川です。この山のところを行くんですよ。宇治といえばお茶もそうですが、なんといっても十円玉でおなじみの平等院鳳凰堂、皆さんもお財布から取り出してぜひ見てみてください。と言いながら、これはすみません、あの赤田神社の参道でしたので、この道しるべによりますと左平等院云々と書いてあります。何年ぐらい使ってんだろう、200年ぐらいあるんじゃないですか。平等院の拝観時間は朝の8時半からとなっていまして、今まだ早いです。だいぶ早すぎます。ですから当然空いていないんですけれども、これはね、取材のために朝早く対応いただいたものです。8時半以降は一般の方が大勢来るからですね。このね、扉も開けていただけるとのことです。ありがとうございます。あ、ここにその後いろいろ置くものがあるんですね。柵をこのように並べて配置して、これで完成だそうです。扉が閉まってこないためですかね。で、早速見るべきはこれですね。平等院鳳凰堂、見せていただいてありがとうございます。朝やってくると朝日が当たって綺麗だそうですが、今日は天気が微妙です。しかしあまり風がないのでね、カモが作った波紋以外は全く鏡のようなお息になっておりまして、美しさも相当です。作られたのがだいたい今から1000年前の、関白藤原の道長の子供の、あの有名ですよね、藤原の頼通の時代だそうで、まあ、いろいろなんかその理由はあるらしくて、それだけではないみたいなんですけれども、あの当時あの末法思想みたいなの、世紀末的なちょっと大変なことになるぞとかですね、そういういろいろな思想が流行っていたような時だったので、末法の世でもちゃんと浄土に行くことができるようにということで、藤原の頼通が自分の没後の安泰を願って作った建物だと言われておりそうです。そしてこの真正面のところにご本尊の阿弥陀如来像で、よかったですよね、平等院のご本尊は。ちょっと間違っていたら申し訳ないんですが、この奥のところに安置されているの、うわすごい、今から開けていただけるとのことです。貴重な機会をありがとうございます。ちょうどカモがですね、さっきまであの辺こううろうろしてたんですけれど、みんなあちらの方に寄りまして、あ、今視線がもう変わっちゃったかな、あの開く瞬間カモもね、みんな同じ方向を見てましたよ。あ、紹介したかったな、その様子。カモにもわかるこの素晴らしい仏像は、鳳凰堂が作られた当時から1053年ですよね、そのこの時からですね、ずっとここにあるもので、藤原の頼通の往生を願ってのものとのことです。観光客がやりがちかなと思うんですが、これ10円玉の表面のところ、こっちが表なんですよね、表面のところを見まして、あ、一緒だなーってね、
定番ですよね。で10円というと、まあ、今ではすごく安い硬貨のような感じがするんですが、あのそれは現代だからそうなんですが、この10円玉というのは今日本で使われている現役の硬貨で一番長くデザインが変わっていないそうでして、昭和26年からあの戦後わずか6年という頃からですね、ずっと変わらぬデザインなのだそうです。そして、その当時10円が日本の硬貨の最高額のものであったので、まあ、今の500円玉みたいな感じ、当時カレーライスが80円ぐらいだったそうですね。と考えると、平等院鳳凰堂が当時からどれだけ評価されてきたのかっていうのも分かると思います。まあ、我々がなんか評価する時点、ちょっとなんかおこがましいような気もしますけどね。まあ、10円玉は今で言えば確かに金額で下から3番目ということですが、まあお金は金額じゃないのかもしれないですけれども、貨幣についてはね。この上のところにある鳳凰の像は、これね、今教わって僕も知ったんですが、確かなんかこれ見覚えのある像だなと思ったら、1万円札の上に書いてあるやつなんですよね。すいません、1万円札をね、今一緒にいる方からあの借りてきました。ほんとすみません。あ、なるほど、一緒だ。しかもこんなに大きかったのか。まじまじと見てみるとすごい、福沢諭吉と同じサイズでこうですね。今でも実は最高額のお金に使われ続けているデザインなのだそうです。先ほど言ったように宇治はもともと別荘地だったところだそうで、藤原の道長のこの頼道のお父さんの時代にはここは普通に別荘地だったのだそうですが、頼道の時代にそれをお寺にしていったとのことで、平安貴族が結構そういうふうにお寺をいっぱい作っていった時代があったそうなんですが、残っているのはもうここだけなのだそうです。鳳が翼を広げたような見え方がするとのことですが、もともとはねそういう名前ではなく江戸時代頃からそう呼ばれることになったのだそうです。横から見るのもいいですね。横から見ると今教えていただいたんですけど、あのもう一つあの正面のところから後ろにつながっているところがありまして、尾楼というそうなんですが、これが鳥のような形の鳥の大羽に見えるし、またこれが鳥のまあ右の翼を広げている部分にこう鳥が向こうからこうこっちにビューンと飛んできているような感じで今見えているということですね。でこの建物は何かにその使う用途があるのかなと思って、いろいろとまたこれもお聞きしたんですが、この奥のところにご本尊がいらっしゃいまして、この手前のところにここがそのまた建物が1個建っている、これと向こうの真ん中のところとはつながっていないのだそうです。でよく見てみるとここなんかやっぱり天井が低いなということをまず気づくんですけれども、ここの部分も実際に使用することを想定した構造ではないそうで、だからここに人が入ってもし入ったということがあったら頭がちょっと使えるみたいなことはいっぱい起こりそうですよね。で下から上に上がる階段のようなものも見当たりませんが、実際この上に上がることを想定したものではなくて、単にこの建物全体をいかにして美しく見せるかということに特化した結果こうなったそうです。また建物の横に阿弥陀水という石碑が立っていたので、これは何ですかというのをお聞きしたらですね、大体この辺りに昔湧き水があったのだそうです。平等院の中だけでも宇治にある7つの名水のうち2つが湧いていたのだそうで、でそれらの池がここにさっき見たね、池越しに見たこの池の水源に昔なっていたそうです。で今もうその湧き水は両方とも枯れておりまして、で代わりに地下水を汲み上げて、やはりこの地下のお水で満たしているということは変わりません。でその横のところから宝生館で、僕も前にここ見に来ましたけどね、ここすごいんですよ。中に国宝がずらりずらりみたいな感じで、ものすごく見る、ぜひ見ていった方がいいという場所なんですが、今日ちょっとまだ朝早いのでねやっておりませんで、皆さんぜひ来たら見ていってください。お寺の鐘がありますが、これはあの本物ではなくというか、まあ、本物の鐘なんですけれども、元々のもののレプリカだそうで、平安時代のかなり古い鐘は例えばその博物館の中にあるとのことです。あとは平等院には出入り口が2つありまして、平等院南門というもう一つの門があります。あの修学旅行とか前タクシーで来た時とかはですね、ここから僕も入ったんですけど、見ると結構頑丈そうな門に見えるんですが、なんかこれ柱の木材の質とかがですね、かなり頑丈なものなんだそうですね。これはもともとあの豊臣秀吉とかの時代に伏見城にあったものをここに移築してきたのだそうです。何気なく置いてあるものがものすごくすごいというパターンが結構京都にはあるので、ああいう解説が書いてあったらちゃんと読んでおいた方がいいと思いますよ。その門のすぐお隣にある書院の、これもまた伏見城のものだそうです。1601年、確かに江戸時代になる前のものらしいですよ。平然とすごいものがゴロゴロ置いてあるところです。でこの平等院の周辺の地図を改めてここで見てみると、まあ、まずその鳳凰堂が真ん中の島のところに浮かんでいて、で、そこを周りを池で取り囲んでですね、で今そのちょうど反対側のところからこう見ているという状況なんですが、見ると中に2つお寺があるんですね。浄土院とそれから最小院というのがあるそうですが、
こちらがお隣の最小院、ご本尊の不動明王。もともとこの平等院が一時期荒れていたような時期があったらしいのですが、まあ、かなり昔の話とはいえ、ここにですね、2つのお寺が入ってきて、そして善光寺とかでこの間お話しましたが、それぞれ交代でですね、ここの管理運営というのを行ってきて、そして現在のようなきちんとした姿についには復興しているとのことであります。またここには源頼政の墓があります。源平合戦のすごい初期ですよね。治承4年5月26日、平家追討の兵を挙げた頼政は平家方の攻撃を受けて、そしてこの場所にやってきて、ここで自害をしたとのことです。それに結構この宇治が地図で見ていただくと分かりやすいんですけど、宇治川ずっと遡っていくと、さっき言ったように琵琶湖の方に行ったりとかしますし、また川を下っていけば淀川とか京都の南方であったり奈良方面にも行けるということで、結構交通の便利のいいところだったんですね。だからそうした戦争の舞台にもなりやすいのだと教わりました。確かにこうやっていろいろ教わってみると、鳳凰堂はね、全部池の真ん中に浮かんでいて、全くここと陸続きになっていないことが分かります。これにも意味があるのだそうで、この世とあの世の間の分かれているところが、三途の川とかですね、そういう水が流れて隔てられていることが多いのだそうですけれども、これももちろんそのような意味で、この世からあの世の浄土を今私たちは見ているのだということを表すために間に水が引かれているそうですね。11年前に修学旅行でやってきた平等院鳳凰堂、あの時はね、まだ茶色かったんですけれども、その後僕が修学旅行で来た後直後からバチバチの修理をしまして、それでもともと茶色かった見た目も全部このように昔の赤い色に戻りました。なるほど、さっき聞いたそれぞれの建物が実はつながっていないというのもこの辺を見ていくと分かりますね。2階にも登るような構造にはなっていなくて、もうとにかくここの真ん中のご本尊のところが重視されている構造だそうです。またここに興味深い場所があります。これはですね、芝の形を扇のような形にしているところがあるんですが、ここで先ほどの源頼政公が自害をしたそうです。で、その時に扇を広げて、それを西の方角、西は僕のこっち向きなんですね、西の方角に扇を向けて極楽浄土の方を向いて、そして自害をしたのだそうですが、あそこに鳳凰堂が見えますが、鳳凰堂とだいたい並行してますよね。やはり鳳凰堂も、当たり前じゃそうなんでしょうけれど、西の方角を向いてですね、我々が鳳凰堂に向けてこちら向きに合掌手を合わせると、それは極楽浄土がやはり西の方角にあるので、そこへ向かって手を合わせていることにもなるのだそうです。だから両方これと向こうとのラインが並行してるわけですね。じゃあ見物は終わりにしたいと思いますが、最後にですね、門についての注意点、伝統的な顔料で塗装しています、などに色がつきますのでご注意くださいということなんですが、土などを使った昔の顔料でこの門や平等院などを塗装しているのだそうで、鳳凰堂ですね、鳳凰堂などを塗装しているのだそうで、で実際にですね、このように落ちやすいようです。床などにもポロポロ、それからその辺にも赤い顔料がついています。実はこのさっき開けていただいたこの門で鳳凰堂の塗装のテストをして、それで鳳凰堂を実際に塗るらしいですよ。さて、お次は宇治から稲荷まで電車で乗って、また来た道を北上しました。はい、着きました。 JR 西日本稲荷駅です。稲荷駅舎もね、なかなかいい雰囲気なんですけれど、やっぱり我々にとって見ておくべきものといえばこれですね。ここに国鉄最古建物があります。これですよ。もちろん稲荷大社もそうなんですけれども、鉄道マニアならこれを見ておかないといけないですね。まあこの動画見てる人の中に鉄道マニアがどのぐらいいるのかちょっとわからないところなんですが、日本にある JR 線のもともとの運営は国鉄、もっと昔はね、鉄道省とか関節鉄道だったわけですが、その昔、実は今通っているこの稲荷大社のこの辺りに東海道線が昔通っていたのですが、昔今奈良線という路線なんですけど、昔東海道線だったんですね。あんま詳しい話はしませんが、山は越えることができなかったので、明治13年に完成し、それからずっと使われ続けてきた、今も多分使ってるんじゃないですかね、可燃物を保管するランプ小屋というものです。これだけ燃えるものだから実際の駅とは違うところで、燃えにくい耐火性のあるレンガで保管しなければいけないということになっていたそうです。これが今JR 線の様々なところに残っている中で最も古い建物なんですね。もちろんそのすぐ向かい側のところに伏見稲荷大社があります。でさっきのは JR の入り口でして、でこっちにですね、もう一個京阪の方から来る参道もあります。なんかこっちの方が本来的な参道に見えますけど、どうでしょうね。いや、というのはね、この松、これは古そうでしょう。昔からのやつじゃないかと思うんですよね、この生え方。大
多分こっちの方がメインの参道なんだろうなという感じですが、その手前のところにですね、スズメやうずらが食べられるお店がありまして、へえ、朝ごはんまだそのちゃんと食べてなかった。朝からね、9時ぐらいからもうやってくれているので、いいですね。京都らしいものだらけだ。ニシンそば。京都では昔魚があまり手に入らなかったからね、日本海の方から届いてきた乾物のニシンが貴重だったそうです。それからやっぱり稲荷うどんっていうのもあるのか。あ、稲荷うどん、きつね、これ美味しそうですね。やっぱお稲荷さんだよな。今日もですね、実は京都の方と一緒に来ているんですけれども、他の方の注文したメニューも取らせていただきました。これね、きつね丼です。美味しそうですよね。これはもう見て誰でも知ってるお稲荷さんですが、稲荷寿司も美味しそうだ。僕のこれがね、これがスズメの焼き鳥なんだそうです。頭から先も全部あるという。裏にちょっと骨がありますが、丸ごとこのまんま食べられるそうです。結構昔はね、これ普通に取って食べてたんでしょうね。今時もできるんだな。ニシンそばですね。北海道のなんか小樽とかから、まあ、今の新日本海フェリーみたいな感じで敦賀を経由して昔京都に運ばれてきたのだそうです。それからこれがね、僕のこだわりの油揚げの乗ったきつねうどん。スズメを食べてみての感想はね、食べるところが本当にないなーってこと。もう小さな鳥ですからそうなるんでしょうね。我々が普段食べているブロイラーがいかにすごいかということですわ。うどんも美味しくいただきましたね。あ、なんかここに仕入れの車らしきものが来てるの、これがおろしてるのかな。麺もすごいつるりつるりと噛み応えも良かったです。また旧称で書いてあります。練り消してもありません。寛平大社稲荷神社と書いてあります。現在は伏見稲荷大社というお名前なんですが、昔戦前までは稲荷神社だったんですね。でも近代社格制度がなくなって寛平大社という呼び名がなくなると、ただの稲荷神社ではどこの神社だったのか、稲荷神社が全国にここをトップとしていろいろありますから区別できるようにということで現在の名前になったそうです。これから先が特に神聖な場所だということで、昔から変わりませんよね。神社のその神聖なところには車のついたものを乗り入れてはいけないし、また動物も乗り入れてはいけない。馬を降りましょうみたいな話ですが、現代馬に乗ってくる人はほぼいないと思いますが、ペット同伴は禁止。ただ盲導犬とかそういうのは連れてきてもいいということです。重要文化財の楼門です。左右に狐がありますが、1588年、太閤検地とかをやるちょっと前ですね。検地が90年だったと思いますが、伏見に御殿を構えた豊臣秀吉の手によって作られたものだそうです。あ、秀吉が自分で建設したわけじゃないですよ。これをくぐって建物が一列に並んでいます。奥にすでに御本殿が見えていますが、その手前の下拝殿、これがですね、ここにまたいつ作られたのかちょうど書いてありまして、天保11年とのことです。これは江戸時代ですから、さっきくぐった楼門に比べるとこれは新しいということになります。そしてその先が御本殿、1499年に建ったものだそうです。スーツ旅行チャンネルではめったに出てこないようなレベルの年代の建物が平然と今回の動画で出まくっています。前のは応仁の乱で焼けてしまって、その後はもうこのまんま使われ続けていると。話の規模が大きいですよね。で、稲荷神社大稲荷さんというのは基本的に五穀豊穣、豊作を祈るための場所だったんですけれども、まあ、現代ね、第一次産業というのはだいぶ少なくなっておりまして、豊作というところから転じて商売繁盛を祈願するのが、まあ、結構一般的になってきております。そしてここに実際に商売繁盛をしている方たちがですね、たくさん鳥居を奉納し続けまして、それでできているのが千本鳥居だということなんですね。ここの名物です。横から覗けるようなところがあったら絶対見ていった方がいいです。みんなね、基本この横のところに行かないでこう池の中に入っていってしまうんでね。これで商売繁盛を願いに行きましょう。うちは Google の下請けですからね。なんかね、冗談を言うときはね、うちの会社は Google の下請け会社だって言って本当にその通りなんですけども、契約関係上は Google さんうまくいきますように。しかし実際にはうちの会社はそれぞれの取引先の企業さんからの案件によるものの売り上げの方が多いので、案件がいっぱい来ますようにとお願いをしながらですね、時折覗き見られるところでその鳥居の迫力を見ていきましょう。ちょっとしばらく間が空いてますね。たまにね、こう間が空く瞬間があるんですよ。左右に分かれる、ここからは右側通行。先の方に行くと鳥居の高さが低くなってくるので見応えがあり、またよく見るとどうやってこんな短い間隔で立ててるのというところもですね、気になるところなんですが、僕らも立てようと思えば寄進させていただけるそうですよ。いくらぐらいだったかな、確かその100万円とかですね、すごい金額を上げると大きいものが建てられたりとか、いろいろと料金表があったはずです。まあ、もちろん基本はお参りの気持ちを持つことが第一ということになるんですが、多分その料金とかの問題よりも人気がものすごくあるだろうから、
JR の指定席じゃないですけれど、それを建てられるという状況を手に入れるまでが大変そうですね。続いて伏見稲荷の名物コーナーです。これですね、灯籠の上に石が置いてありまして、これを持ち上げることができるんですが、これを重軽石と言いまして、願い事をまずした後にあの石を持ち上げまして、持ち上げた時の実際の重さが予想していたよりも重ければ願いが叶わないかもしれないけれど、予想していたよりも石がうわあ結構軽いじゃんと、もし個人的に感じれば願いが叶うんじゃないですかね。観光省に予算がいっぱいつきますよね。そうです、日本経済が良くなりますよね。ちょっと重そうですね。意外に軽かったんで、これでね、日本経済は大丈夫だと思います。今回は欲張って京都のいろんなところに行きまくるという工程で考えてますので、まあさっさと帰っておくことにしますか、今回はね。あ、結構空いてる。穴場かもしれないな。冬場はね、京都が若干オフシーズンらしいので、今のうちに空いているところ、特に朝早く行けばこういう機会に多く会えるでしょう。お、いいや、全然いないな。すごいすごいすごい。中をくぐる体験もいいですが、鳥居が並んでいるところを遠巻きに見るのが一番です。あの中にはたくさん人が歩いているはずなんですけれども、あまりよく見えません。それはね、もうこの山中に巡らされているわけですから、すごいですよね。で、じゃああとは帰らせていただこうと思うんですけれども、あの行きはね、向こうからこう入ってきたんですね。で、ただそうするとこの社殿に対してこう斜めから入るような感じになるんですよ。基本一直線に並んでるわけじゃないですか。さっきはこの左手のあたりで食事して、でこうやって斜めに入ってきたわけですけれども、ただそうするとここに縦に神社の社殿が並んでいるのですが、それに左手前方向から斜めに入る感じになってきたわけです。ですからやはり裏参道だったみたいで、JR 西日本の稲荷駅からまっすぐ続いてきて、そのまま縦にまっすぐ並ぶこの建物と平行にそのまま進んでくる、この道こそが表参道だったようですから、帰りはこの表の道から帰りたいと思います。ただね、この私が立っているこの場所、なんかちょっと一段高いじゃないですか。ここにね、線路みたいなのが埋め込まれておりまして、これもまた面白い、京都市電、ああ、これは、まず昔ここに停留所があったということで、この広大な土地があるのは、この場所がね、ここがその路面電車の昔の駅だったそうなんですが、昭和45年に惜しまれつつ廃止されたとのことでありますが、この電車多分今でもね、広島に行けば走ってるんじゃないですか、多分そういうやつだわ。路面電車の廃線跡がそのまんま無機的にこれから公園になってるんでしょうね。これからは京阪電車で移動します。さっきは、ね、JR7 線を使ってました。 JR より線路が広いですね。新幹線の幅だ。特急電車は通過です。エレガントサルーンというやつですね。わあ、すごいすごいカーブだ。この後の準急で東福寺まで移動します。準急電車はめっちゃ古い電車で来ることが多いので、あ、これがそうですね、分散冷房、屋根上の冷房装置がかっこいいですね。東福寺まではすぐです。東福寺駅は小さいですが、京阪電車の主要駅の一つ、特急は止まらないんですけどね。京都から大阪へ行く道筋の一つですよね。これ江戸時代の道でしょう。だからちょっと狭いんですが、車いっぱい通るんで車に気をつけましょう。京都そういうところが多いです。そう、京都はやっぱ車に注意しなきゃいけないところが多いですよね。道幅が広げられないんでしょう。上には立派な橋がかかっていますが、この間バスで何回か通ったところですね。これ九条通りです。これまっすぐ行って右に行くと止まっていたホテルということになります。もうチェックアウトしました。伏見街道って書いてあるな。あ、そうなのか。もともとここに橋がかかってたみたいですね。でももう橋は壊されたみたいです。記念永久保存なんとかとかですね、この辺に書いてあります。その東福寺駅の横のところに巨大なこの東福寺の土地があるわけなんですけれども、東福寺と一口に言いますが、その中にいろいろなお寺がまた入っているんだそうですね。さっきの平等院みたいな感じで、本山の東福寺の周りに、その運営に携わる周りの関係のお寺があります。グループ会社みたいな感じですかね。で、この現在地というところのここでですね、ちょうど隠れてしまってるんですけれども、そのうちの少林寺を拝観します。東福寺の名物といえば橋がかかっておりまして、下に渓谷があってですね、で今は草が枯れているんですけれども、この眺め、向こうの方の回廊をここから見渡し、そうだ京都行こう、 JR 東海なんかそんな感じの、あれが鳴るような感じの、あの JR 東海のコマーシャルなんかにもよく出てくるような場所ではないでしょうか。葉っぱが全部落ちててもいい景色ですよね。サウンドオブミュージックみたいな曲が何もしなくても入ってきますね。お寺にもやっぱ向きがありますからね、正式な南側から入ることにしました。入り直しです。
ここにありますのが直視門、まあ、これは例によって我々は使えないので横にある一般用の門から入ります、まあ、直視門から入るとですね、その後奥に3門があるんですけれども、3門におそらく真正面から向かっていくような向きになることでしょう。直視門を自分が通ることはできませんが、反対側に回り込み疑似的に通った後の景色を楽しむことはできます。するとですね、あそこにこうまず池があるんですけれども、池の前にこれだ、カワセミが来てます。山のふもとの自然豊かなところで、改めて、直視門を通った直視の方が見る景色がこれなんですね。正式なルートはもちろんここは封鎖されているわけですけれども、ずらりと並ぶ東福寺の大伽藍でございます。ここは禅宗のお寺でして、臨済宗東福寺派とさっき教わったんですが、つまり修行のための施設がいろいろあってですね、それを見ることができるのが結構興味深いです。ということで、すごいのがありますよ。知らなかったんですけど、東寺と書いてありまして、これトイレですね、トイレ、重要文化財のトイレ、室町時代からのトイレでございます。便所の建物を言い、俗に100接近100軒便所と称し、子供たちは100人便所とも言っている。禅堂の横に必ず、これね、お隣のところがあのお坊さんたちの修行の場となっておりまして、その横にトイレの建物があるわけですが、巨大だ、古いだけではなく、こんなに巨大なトイレ、観光地に行ってもなかなかありません。東福寺で修行しているお坊さんの数がそれだけものすごかったということですね。お隣のところが修行の場で、中も覗けるようにしてくれています。さあ、室町時代のトイレを拝見しましょう。これですね。なんかこんな感じだったのかな、なんか想像に近いところでもありますが、見るとですね、向こうに昔のことを描いたような絵が飾ってありまして、昔はどうもこれは個室だったのかな、そんな風に見えますけどね。で、まあ、そうするとその肥がたくさん溜まるわけですが、その肥料としての肥だめ、それを京野菜の肥料として実際に活用していて、かなり経済的にもこれが役に立ったのだと言います。東寺使用の作法、使用には厳しい規則を定めているとのことで、ものすごくですね、トイレに行くのにもルールが細かに書いてあります。精神に、これ何ですか、王子重して陰銀に洗うべしと教示されていて、手洗いですね。三門の高さも立派ですが、ただ立派なだけじゃなくて、1405年にできたそうです。というのは1467年が応仁の乱ですから、あの応仁の乱でも焼けずに残ったということなんですね。こんだけ大きいとなんか焼けるまでにも大変そうですし、ね、そう簡単には大丈夫そう。地震で被害を受けたそうで、それを、ね、豊臣秀吉があの修復したという記録があるんだそうですが、なんかこの柱が追加されているの、これがそうなのかなと今話していたところでした。横に隅で補強されている支柱がこう立ってますよね。建物群も奥が単に重要文化財ではなく国宝に指定されています。仏法を守らんとある八刀、八刀の中には水の守り神だという竜が描かれていて、これによってあの火災から守るとか、そういう風な考えも あるそうです。ここがそうかちょっとわからないんですが、八刀から先にはこのような回廊がつながっていて、ここが見どころだと思いますが、ここだけね有料になってます。逆に言うと他のところは普通にタダで見られちゃうんですが、すごいですよね。先ほど外から見ました名所の通天橋がここ、さっきは向こうからこちら方面をこう映しました。もともとは鎌倉時代に摂関家藤原氏の九条家のお寺として作られたものだそうです。秋に来るとなお良さそうですけど、春の木々のつぼみの状態だけを見ても十分に綺麗ですわ。結構東福寺苔が綺麗ですね。この辺り苔の綺麗なところが他にもたくさんあります。本当はもっとこれから苔がいっぱい芽吹いてより鮮やかになるんですけど、しかし十分綺麗です。今がね、まだ苔の一番シーズンじゃない時期だそうですよ。奥にあります開山堂、カラスが行水しています。まあまあ長いな、この寒いのによくありますよね。見事な庭園です。さて、続いて東福寺の周りにあります関係のお寺の一つ、松林寺さんに伺いましょう。毘沙門天をお祭りしているそうですが、すごいそうですよ。まず松林寺の本堂がこれです。これはね、また旧摂関家の近衛家、あの近衛文麿さんとかが有名ですけれども、その近衛家の邸宅を持ってきたもので、江戸時代の建物だそうです。で、ここでぜひとも見ていきたいのはこれです。綺麗なお花、
すごい。まず迫力もすごいんですが、おなんかそういうのもあるんですね。英語でなんか書いてあると思ったら、おとといがそうでした。ハッピーバレンタインデーって書いてありますよね。間違ってないですよね。バレンタインデーっていうのもお寺にはある概念なんですね、普通にね。でこれは花手水というそうで、非常に綺麗に生けてあり、作るのが、冬の時期ですと週に1回 でそれ以外の時期は週に2回これを作っているのだそうです。大変ですね。でなんでここに綺麗なものがあるのかということなんですが、これはね、ここは興福寺の関係のお寺ですから禅宗のお寺なわけですけれども、その禅の教えとしてですね、昨日雪の舞う建仁寺でも美しいお庭を見せていただきましたが、あの時に綺麗だなと思う心を大切にして、心の中にある仏様を思い起こすことができるきっかけなのだと、よく覚えておきましょうというふうな話をしましたが、これもね全く同じ考えで作られているのだそうです。うわ綺麗だ思った瞬間、もちろん写真を撮るのもねいいと思うんですけれども、この綺麗だと思った時の気持ちを写真に込めて、そして自分の中にはもともと無垢な仏様の心があるのだということをよく思い出していくといいでしょう。なるほどね。これも禅の修行の基礎をなすものだということですね。ところでその横にこれ秘釈があるんですけれども、でこれ本来は何なのかと言いますと、手をお清めするためのものですから、まあ、これでやらせていただくわけなんですが、この鼻の中に突っ込むとちょっと崩れてしまいそうですからね、こういう風にしてこれでやりましょう。両手と、まあ、本来は口もやりますが今日はやめておきました。口もやって、そしてお清めをして終わりになるわけですが、これ裏を返すですね、見覚えのあることが書いてあるんですね。そうだ京都行こう。こちら東海旅客鉄道さんからの、つまり JR 東海さんからの寄進寄付されたものだそうです。戻しておきましょう。ずらし旅で京都へお出かけになり、綺麗なものに触れて、そして仏の心を呼び起こしてください。この貴重な江戸時代のお堂にも入って良いのだそうです。中の廊下まではお入りいただけます。どうぞお参りください。ありがたく入らせていただきます。ここから向こうは普段の法要などで使われているようなところで、一般の人が入ることはできませんが、まあ、ガラスが入っているんですけれども、あのガラスがここなど見ると歪んでいることがわかります。まあ、古いガラスだなということなんですが、あれもね江戸時代とかのまんまだそうですね。江戸時代からこういうのあったんですね。さすが摂関家のお住まいとなるとすごいんだな。はい、ここから覗くとご本尊にもご挨拶するのもそうなんですが、左右の襖の絵にこう目を奪われてですね、うわすごいと思いますが、しかし今言ったように基本はまず本尊にご挨拶をするのが肝要です。相当見事な襖ですが、大正時代のほぼ終わりの頃、昭和の初め頃に奉納されたものだそうです。こちらは撮影禁止、特別にお許しをいただいています。その横にはお土産コーナーがありまして、美しい季節の御朱印、ご本尊毘沙門天のクリア御朱印、こういうのもあるんですね。可愛いおみくじもいろいろあります。こういうのを見て、あ、可愛いな、綺麗だなと思った時に仏の心に気づくことになるのです。そうか、ご本尊に挨拶をさせていただく前に一度綺麗なものに触れて、それで仏の心に近づいた状態で挨拶した方がより自分を良い状態にできそうですね。だから真っ先にここに置かれているのかなとも思いました。さてこの東福寺界隈に JR 東海ツアーさんからですね紹介していただいたところがありまして、スーさんすごい技術力のところがあるんですよと教えていただいたんですけれども、京焼清水焼という京都の焼き物のところに来ました。東安さんですね。中に入ると物がずらりと並んでいて、しかもね希望すれば作っているところを見せていただいたりとか、ま、ここのお宝物なんか見せていただけるんですが、まあ僕もそうなんですけど、多分皆さんにもそういう方が多いと思うんですが、これを見てなんかどういうものなのかとか正直理解あんまりできないんじゃないかなと思うんですよ。ということでね、こういう風なところに行って、ここの東安さんに僕ちょっと先ほどから質問攻めをさせていただきまして、いろいろ教えていただいて、いかにすごいかということを、ようやく理解しましたのでお伝えさせていただきます。ここになんか全部同じようなものが並んでいるように見えるんですが、こちらはまあ石を材料にして作った磁器、いわゆる瀬戸物、別に愛知県の、ね、瀬戸ではないんですけども、いわゆる瀬戸で、こっちはあれですね、土を作った、まあ、陶器なんですね。でこれを裏返して見させていただきますと、両方同じ色に見えるんですが、裏を返すとこちらは裏が茶色いんですね。でこっちを裏返すと裏も真っ白なんですよ。ちょっと慎重にね。で
これもまた裏返すと、これ今度ね、オウド色みたいな感じ、ちょっとまた違う色をしているわけです。こちらはまたちょっとそれよりも色の薄い別の土で作った陶器なんですね。だから土のその材料のその土的なやつの種類が違うわけです。京焼清水焼の大きな特徴というのが、この京都では土は別に生産していないということなんですね。普通こういう焼き物の名産地ではその土地ならではの土、まあ、例えばあの有田焼であれば有田というところですね、あの土というかまあ石をガンガン取っているようなところがあって、そこで白い有田焼を作っているから、だから出来上がる有田焼もみんな同じ真っ白のもの一つだけ出来上がるんですよ。じゃあ京焼とかは何なのかというと、安土桃山時代とかですね、豊臣秀吉や千利休などの時代に茶道というものがかなり盛んになりまして、そして色とりどりのさまざまな様式の茶碗を作りたいという需要が増えてきました。で、芸術的な茶碗を作りたいということで、便利なこの都の京都の地にそういうのを作れるような人たちを集めて、いろんな様式のものを作るようになったんだそうです。まあ、ですから別に土は石は京都のものではなく、また様式も一つに統一されていないのが、逆にこれがですね、京焼の特徴なのだそうです。普通だったらばこれ白だったら全部白だし、あのこれ裏が茶色だったらば全部茶色だということなんですね。ちなみにこれは茶色なんですが、表面のところ見た目をきれいにするために焼く前に白い泥をこのように塗って、で上を白くコーティングしているのだそうです。だから隙間のところを見るとその元々の色を表しているわけですね。なるほど。ということで実際に工房を見学させていただいて、すいません、じゃあ土はありますかと、土があるところを案内していただいたらですね、確かに3種類あります。これがあの石らしいですね、これは岐阜県から持ってきているそうですとか、そういうふうな優秀ないい土をいろいろと選んで、いいものを作るために職人さんも技術も集めて、ここ都京都の地で作るのが、それがこの清水焼き、京焼きだそうです。完成までの間に1回焼いたりとかですね、その後にもう1回色をつけたりとか繰り返していくんですが、今ここでお椀を作っているところのようですが、色付けにも2種類あるそうでして、こっちが第1段階の色付けという感じで下絵で、これはその淡くなるような色合いの下絵だけで完了としているもので、こっちはそれにさらにこれ金で縁取りをしてますよね、桜の花びらとか、そういう風に上から縁取りをしてくっきりと上絵もつけているというものです。でこれが結構すごいんですが、どうすごいかというと、通常下絵の色というのはそんなにたくさんは種類がないそうですが、ここには100ぐらいの大量の種類の下絵があって、この下絵という色が淡い感じになりながらしかしカラフルであるのは、この東庵さんの技術力によるものなんだそうですよ。こういう風なものが作れるのは他にはないということで、昔からここが産地であるから作ってたとかそういう理由ではなく、とにかく良い焼き物を作ろうということでやり続けてきた清水焼きならではのものかなと思います。今ここではその下絵にさらに上絵金色の縁取りをしている最中です。実際の金を使っているそうです。普通こういった焼き物の派手な色は上絵の段階でするのですが、そうではなくて下絵の時点ですでにカラフルな鮮やかな色を出せてしまうのがここの強み。顔料の調合や管理開発などの技術力がそれだけ卓越しているということなんですが、他にも技術力がすごいところはいくつもありまして、ここがですね実際に焼くことになる釜だそうです。でこの中に、出来上がったそのものをこうどんどん入れていって、で最後これで加熱していくことによって高温で焼いて、それで完成となるわけです。このだるまさん前面に関してはもうお花のね金の縁の上絵の色付けまで終わったわけじゃないですか。でこれでじゃあこれにこう投入して、はい焼けたかなどうかな、はいできました、バッと開けたらだるまさんは粉々になっていましたみたいな感じではですね、そんなんでは商売にならないわけです。だからちゃんと確実に焼いていかなければいけないので、そのためにもちろん顔料とかもそうなんですけれども、温度の管理が重要なんだそうですね。これがね、コンピューターでプログラムを組んで、それぞれの焼き加減を調整していくことになる、1号窯の現在の温度の状態、セルシウス温度ですね、出ているようなんですけれども、今、1号窯の上段部分が869度ほどで、中段部分が857度で、下段部分が817度、暖かい空気が上に上るということは学校の理科で教わりますけれども、つまり上段と下段の間で現在は、52度ほど温度差があるそうです。でこれは上中下ともにどんどんこれからさらに加熱していって、ものによるんですが1200度とかまで上げるらしいんですね。
ほんのりそうですね、ここちょっとなんか熱気みたいなのを感じる、これがね1号釜だそうなんですけれども、まあ今はこの上の方と下の方で50度の温度差がある状態ですが、1200度とかになる頃にはそれがもうね1度というレベルでビターッと同じ温度になるよう微調整が最終的にされるそうです。でそんなことをするような釜というのはほとんどないそうです。多分僕がここにあと2時間とか何時間か分かりませんがずっと粘っていれば、多分これがね最後全部上中下ともに1200何度ビチッと同じ温度に揃う光景を見られると思うんですが、そのタイミングにここに来たらうおーと思いますよね。そのタイミングが悪かったなちょっと。そして最後にここの宝物館を拝見します。ギャラリーですね、本当にすごいな。ここ自体の創業は大正の頃だそうです。この当案で作ったお宝です。テレビでよく紹介されるものとして、まあ、一番目立つものがありますね。これなんですが、実際これはものすごいそうです。まず色をつけたりとか、まあ、こういう風に造形してみたりして、で焼いて、で釜に入れて徹底した温度管理をしたんだけれども、しかし焼いてみたら、ああ、ダメだったみたいなのが、まあ、やっぱりね、こういう風なレベルのものになると、起こってしまうこともあるのだと言います。作るのが難しいもの。しかし、奇跡を起こさないと作れないと言われていたような品質のものを、実際にここの技術力で研究開発を行って作ってしまったというんですね。これがですね、曜変天目茶碗というやつだそうです。これウィキペディアのやつをそのまま読んでるんですけれども、日本にこういう風なものが中国の宋の時代、南宋時代に作られたというものが、3つだけ伝わってきているのだそうで、全部国宝になっているというとんでもなく貴重な茶碗があるそうです。で、まあ、国宝になっているわけですから、これの成分をちょっと表面を剥がしてみて、ああこんな成分になってるのかみたいな確認することもできず、どうやって作っているのか全くわからないから奇跡を起こさないと再現できないみたいな風に言われていたんだそうですが、ここにですねその奇跡が、起こっておりまして再現されているということなんですね。これ本当にすごいことで、ここの技術力で温度管理などを徹底してやった結果本当に作ってしまったということなんですけど、このウィキペディアとか見てこう書いてあるんですよ。ここ京都市の京焼清水焼の窯元当案4代目、こう書いてあってですね、なんか材料を特殊にするのではなく窯の中の微妙な環境の違いで酸欠状態の不完全燃焼が窯変の模様を生み出すと考えということで、中の酸素の状態とかもかなり徹底して管理したんでしょうね、ということをやった結果このような模様のこのような色合いのものが本当に出来上がり作れてしまったとのことです。でここのウィキペディアに書いてあるところなんですけど、ここに直接来て話聞いておいてウィキペディア見なくてもいいんじゃないかって気もするんですが、窯変天目は100個中1、2個となるが定量的に製造できるようになった、つまりこれ1個作る裏ではまあ99個か98個、うわーこれ焼いてみたけどダメだったわみたいなのがあるらしいんですけれど、まあ、しかし100個焼けば1個ぐらいは作れるということなんですね。今さらにですねもう一つお茶碗を持ってきていただきましたが、うわすごい、これでこの2つで100個に1個かもしくは200個に1個ぐらいの割合でできるということですね。でこんな手に持ってますけど、うわ ちゃんと持たないとな、ちゃんと持ってるつもりなんですが、当然ながらこれを100個準備してで焼いてみて初めてできるみたいな感じですから、ものすごい値段になるんですねこれね。すみません、これをですね僕今左手に持ってるんですけど、左手に持った状態で靴を履いて階段を降りるという、うわ怖い体験をすることができます。割ったらまあ 100万円ではちょっと足りないのかな。でなんでこれを持って外へ出てくるかということなんですが、すごい、太陽光に照らすと玉虫色に光るんですね。うわー怖いな、もうちょっと今回してますけど、もういいわこんぐらいでやめとこう。こういう色をつけているのではなくて釜の中の状態を保つことによってこういったものになるだろうと仮説を立てて実際にやったらここの技術力がそのまま生きたということですね。すごいね、京都ならではの技術力にも触れたところですが、そろそろこの旅行も終わりになります。最後に訪ねたいと思っている場所はやはり JR の駅からも近い東寺です。新幹線からいつも見る東寺の五重の塔、平安京ができた当時からずっとここにありました当時、別にダジャレではないんですけれども、本当は南側のところが正式な入り口ということになるのかなと思いますが、京都駅から一番近いこの東門がまあメインの当時の出入り口でしょう。ということで正式な出入り口の南大門の方まで回ってきました。やっぱり南を向いて作られているわけですから、その正式な入り口から入ってきた方が伽藍の迫力も感じやすいでしょう。
詐欺いつもいますよね。通るたんびにいると思います。じゃあ行きましょう。お邪魔します。入るとまずご本尊にご挨拶をするのがお寺の一般的な参拝の仕方で、ここにその本堂があります。この中にご本尊がいらっしゃるわけですが、まあ、普通だったらね、そのまままっすぐ行くんですが、現在はあの配管料が、そのこの奥の方のところで、配管料をお支払いして入るということになりますから、まずこの横のところを一回回っていきましょう。ご本尊様、文化財維持のためのお金をお納めしたらすぐに参ります。ここで横に思いながらですね、王道を眺めながら行けばいいでしょう。ちなみに建物はギリギリ江戸時代になったかなぐらいですね、1603年の建物だそうです。日本一の高さの五重塔ですね。南大門より入って最初の一つ目のところにご本尊、三宝のうちの一つ仏様、続きましてこちら三宝のうちの二つ目法教え、ここで実際に教わることになります行動があります。仏教の三宝のうちの三つ目は仏法僧の僧ですが、その修行のお坊さんたちがいらっしゃるのがこの奥のところです。仏法僧の僧がいるのは直道、その横には直視門があります。これまた立派な作りですが、もともとこの当時は平安京が作られた時に桓武天皇から祭祀とともに作ろうということで作られまして、皇室と大変関わりのあるところです。でここはね、天皇陛下など実際にいらっしゃった時に休憩する場所などとして使われているそうです。迎賓館のような場所、門は昭和9年に作られたそうであります。そして先ほど言った、直道はこれです。ここは真言宗修行のお寺ですからね、だからそれは当然お坊さんたちが修行するための建物もあるんですけれども、ただ当時ができた時点ではまだ真言宗という概念がなかったので、その後になってからですね、空海という人が現れてということで、空海よりも歴史の古いお寺となっております。また向こうに JR 京都駅ビルが見えますね。この距離感です。近いですよ。近鉄線で一駅、バスでもすぐです。江戸時代に再建をされたといいます。江戸時代も初期のものですよ。五重塔がこれです。この五重塔の反対側にですね、あそこにギラリと照らすライトがありまして、これですね、いつも新幹線で夜になって新大阪に向かうときに、あ、ついてるついてると思っていつも楽しませていただいてたんですけれども、あれが照らしてくれてるんですね。すいません、いつもありがとうございます。当日は基本的には夜は閉まっているところです。で実はね、中は撮影は NG ということになっているんですが、このパンフレットの写真を紹介していいそうです。新馬車を囲む私物座像、すごいですね。実際に入ってみていいんだそうですよ。実際見てきましたけどね、ものすごかったですよ。これ絶対見た方がいいなと思って、で僕当時小学生の時に来たことあるんですけど、中を見た記憶がなかったんで、なんで見なかったんだろうなと思ったんですが、これただいまですね、 JR グループが毎年冬にやっております京都デスティネーションキャンペーンにてやってるんだそうですね。 JR グループさんのおかげです。もちろん当時さんのおかげでもあります。さてご本尊様、戻ってまいりました。ここは金堂、中はやはり撮影禁止ですが、相当すごいですよ。そうですよね。さて有料エリアのところは過ぎたんですが、この先に御影堂がありまして、ここは真言宗のお寺ですから弘法大師を祀る、そういうお堂が重要なんですけれども、ここに空海がね昔住んでいたんだそうですよ。それはすごい。全国になんかこの温泉は空海が発見しましたみたいな、本当かどうかわからないの結構ありますけれども、ここは本当に住んでいたそうです。そしてこの奥には空海が自作をした不動明王像があるのだそうで、それもすごいんですが、その不動明王は秘仏となっているから開けて見ることはないそうであります。中に弘法大師像もまた祀られているのだそうですが、あ、一度焼失してるんですね。だからこの場所であるのは間違いないのですが、空海が実際に住居として使っていたわけではなさそうです。真言宗の方やっぱりいらっしゃいますよね。そういう方が空海の元へお参りに来るという使い方が普通にされているところでして、朝早く来ると朝参り、毎朝の法要に参加させていただけることになっています。ここと、あとは東本願寺でもそういうのはありえますよね。さてじゃあ、あとはもう京都駅側の方からぼちぼち帰る方向に行こうと思いますが、これね、京都で一番綺麗なトイレらしいですよ。言われなきゃトイレだとは思わないな。寝泊まりしますよこの中で。当時から京都駅までは近鉄線で一駅、またはバスでもちょっとですが、まあそれぐらいの距離ですから歩いてきました。時間はねまだ結構あるんですよ、帰りの新幹線まで。 JR の高架下のところで食事をさせていただきます。このからしそばというのが名物の、ね、京都中華を作っているお店がありまして、これ美味しそうですよね。混ぜて食べる、僕辛いものはあんま得意じゃないんですけど、でも美味しそうだな。ところどころツンときますが、僕も美味しく食べられます。これでね、新幹線の発車までの時間を調整すればいいわけですね、お店によって。
で食べ終わったところで、17時の新幹線にぴったり完璧間に合う、しかしタイミングも良いと思ってたんですが、ごめんなさい、僕ね勘違いしまして17時半の新幹線でした。帰りの新幹線は30分は早かったですね、早く乗ってしまった場合でもここに書いてあります、指定列車以外に乗車時は別途乗車券特急券の購入が必要とありまして、これよりじゃあ早い列車に変更したいなということも許されていませんし、またこれに乗り遅れてしまった場合も大変なことになるということです。まあでもね、ちょっと今回僕は5時だと勘違いしたんでここに来てしまったんですけど、まあ、京都駅選択肢は無限にありますから、5時半だったらばあと30分かかるようなお店に入っておけばよかっただけですね。いやでもこのお店もね普通に美味しかったです。1924年創業なんですね。じゃああとは改札入って帰りましょう、時間だと思ったんですが、ちょっとですね、これ最後に1個トラブルが発生しました。ただいま17時30分31分もう予定の時刻は1分ね過ぎてるんですけれども、僕の列車は17時半で予約していたんですが、ただいま15時54分発の列車がここに止まっています。これね、なんか走行中の列車に異常を知らせるなんか表示、あれが信号が出たらしく、安全の確認のためその列車が止まったので他の後に続く列車も発車できずにここで待つということになったんだそうです。なんと JR 東海系列の宣伝の動画の最中に、めったにないことなんですけどね、こういうことはいつも新幹線ちゃんと動いてますよ。でも今日たまたまこうなってしまったね、まあたまにそうなることもあるでしょう、しょうがないです。でこういった場合にはこれ多分私の乗る列車このままだとあと1時間半ぐらいさらに来ないということになっちゃうんですよ。で東京に着くのもっと遅くなっちゃうわけじゃないですか。でこういう場合どうしたらいいですか。 JR 東海ツアーズにお聞きしましたら、駅員さんの指示を受けるということだそうです。駅員さんに相談したら、今は緑の窓口に行けば特別に列車を変更することができるとのことです。もしくは自由席に勝手に乗ることもできるそうです。まあ、今回せっかくのグリーン車ですからね、一応変更していきましょう。まあ、今からこれを持って窓口に行って事情を話せばすぐに変えてくれると思います。でですね、ちょっと窓口に並ぶのがやっぱりちょっと時間がかかってしまったんですけれども、30分ぐらいかかったかな、かかったんですが、予定は5時半だったのがちょっと早い新幹線に変えていただくことができました。窓側でいいですか、お願いしますということですね。切符をいただきまして東京方面運転も再開しましたので、まあ、これであとはね、東京までどうにかなるかと思います。乗りゃあとはすぐでしょうね。すぐっていうかそんなにね、動き出せばあとはそんなひどいことにはならないと思うんですよ。ということでした。多分掛川駅で途中で、小玉号が止まりそうになっている横を猛スピードで通過するみたいな体験もできると思うんですけど、とりあえずこんな感じにさせていただきまして、どうもありがとうございました。